麻雀すり合うチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。日本プロ麻雀協会の上田結衣です。本日はすりあろ将棋部のアシスタントを務めさせていただきます。はい、と解説には日本将棋連盟の田中功七段ああ、間に違えた。あ中田こうやん。中中、すいません中田功七段にお越しいただいております。高陽先生、よろしはい、くお願いしよまろす。しくお願いします。もうこうやんって言えば間違いない。そうですね、大丈夫でウィキす。ペディアでちょっと見ました。と自己紹介を、はい。はい、お願いですします。ね、将棋の解説をこういうのでやるのは初めてなんで、まあ楽しくやれたらと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ今日はよろしくおよろ願しくいお願いししまます。す。それでは本日の対局者の紹介に移りたいと思います。出番です。落ちてる。はい、出番です。あ、もう入っちゃうんはい、入ってます。はい。すりあろ将棋部、僕自分将棋できるって言っちゃったために出ることになりました。ちょっと20年何もやってないんで、ちょっと不安なんですけど、よろしくお願いします。鈴木太郎です。最近ネットで将棋ばっかりやってるんで、こういう番組に出てちょっとどんなもんかやってみたいなと思います。よろしくお願いします。あ、どうぞどうぞ。で、ご覧の皆さん、こんばんは。最高位戦の新井です。今日は、ね、なぜか将棋番組をこのスタジオでやることになるとは全く思っていなかったんですけれども、そうですね、まあ、将棋は実は、囲碁将棋チャンネルの番組に出るぐらい、出させていただくぐらい大好きで、ただ最近あまりちょっとやってないので、どうなるか。特に、すごいタイムシフトが多いというふう千人に、くらいね。はい。千ってすごいですよね。で、千人の中でどれぐらい将棋のガチ勢の方がご覧になってるかわかんないんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、いろんなことがあるかと思うんですけども、まあ、ちょっとその辺はいろいろ多めに見ていただきたいかなと思ってます。まあ、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。スリアローチャンネルのモンスター山田です。じゃあちょっと一昔あったやつをやりたいと思います。何ですか？鈴木、強いよね。序盤、中盤、終盤、隙がないと思うよ。でも、おいら負けないよ。はい、いや、駒たちが躍動する。俺の将棋を見てもらいたいね。ありがとうございます。滑ってるがな。あれは滑るもん大丈夫。あ、滑るもんです。あれ滑るんで大丈夫です。はい。さすがやっぱいろいろ知ってますね。一応ね、一応。はい、ちょっと上はまとめてもらえると。まとめづら。じゃあ、振り駒に来たので振り駒させていただきます。はい。はい。あ、じゃあ、チームは。先行、チームは、チーム紹介はしてもらえてるかな、まだ。いや、あちらでは全く。あ、初戦は、鈴木チーム、達也さんと太郎さんがチームで、僕と新井さんがチームです。じゃあ先行の方、先座っていただけると。じゃあ、俺、先行。先行？先行。先行。俺先行。俺先行だろ。本当にいいよ、俺先行で。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、振り駒を。振り駒。はい。天カメにした方がいいかな。そうですね。どちらが振り、歩をじゃあ、達也さんの。はい。勝ってますね、これ。引き分けですね、これは。先生、引き分けはどうしたらいいんでしょうか。確か振り直しだったと思う。振り直し、もう一回。振り直しですね。すいません。もう一回でいいんですかね。すいません。ちょっと慣れてない。立っちゃったらダメなんだよ。立っちゃったのカウントできない。足されないらしいんですけはい。ど、ただ2個ずつ出ちゃったんで。これはでも、これは、これは、これはあれじゃないですか。あ、これは、船です。船。はい、船。いいんですか？いいかな？こ
それはいいですかね。いや、中津先生が困ってますね、あの向こうで明らかに。まあ、歩で行きましょうか。歩で行きましょうか、はい、そうですね、もう2回も振ったし、はい、なるほど、はい。すいませんでした。いやいやいや、じゃあ、タロちゃん、じゃあこっちの方が、はい、頑張ってください。カメラが入ってる感じが、何この雰囲気は。すごい振り駒でしたね。すごい振り駒でした。やっぱりあの駒はああいう駒なんですよ。そうですね、うん、あれ2枚同じだったらやり直しじゃないで、重なったら数えない、重なったら数えない、残りを数える。あ、うん、そうなんですか、うん、で結局歩が2枚ね、まっさらでいたから、はい、数えなくていいです。で、ああやって遊ぶゲームがあるんですよ、周り将棋って。あ、そうなんですか、うん、金を振るんだけど、みんな4隅に歩があって、はい、で振って、あれ出た数だけ進んでいくスゴロクゲームがある。あ、じゃあ結構運要素が強くなるんですか。そうです。で、回って自分の陣地にぴったり止まると歩から香車に昇格とか言って、うん、で遊んでいくゲームがあった、うん、それだったら私も入りやすいかもしれない。あれそうなんです、4人でやるから。でも終わんなくなっちゃうけどね。今日はちょっと無理ですね。そうですね、はい、では、うん、これはこの後対局でいいんですかね、うん、そうですね、はい、はい、対局始まる、始まりましたね、はい。先手どっちチームだ。あれ、ネームプレートある、こっち。こっちネームプレート多分出てないですね。山正幸とか、新井さんが先手、新井さん、ちょっと分かりづらいですね、どっちがどっちか、どっちがどっちだ。上が新井さんチームじゃないかな。そうですね、上が新井さんチーム。書きましょうかね、ボードに書いた方がいいですね。書いた方がいいですよ。ちょっと、ここに書いていた方がいいです。何それ、そんなのあるの、いきなり。あ、ネームプレートあります。ネームプレートあります。ここチーム貼らなきゃいけない。ないですか。何それ、いきなりそこ出てくるなんてあるんですか。ボスチームは向こう側じゃないの。ボスチームはこっち側だよ。あ、って書いとくの。そうそう、なるほど。上がボスチーム、言っちゃいけないんですよね、これ。さすがに。わかり、上ボスチーム。なるほど。スタ、うん、これもこっちカメラ回ってんの？こっちカメラ回って、今この画面がちょうど今これが出てる感じになってます。はい。基本解説室が出るようになってます。あ、そうなんですか。ちょっと見えづらいですかね。うん。そんなことないんじゃない？いけます？うん。結構そこに書くのかって言われちゃいました。進んでるんですかね。進んでる。まだ、うん、ここまで。うん、あ、で、あれか。あれ、進んでるね。なんだこれ、いきなり進んで見てなかったよ。結構進んでますよね。うん、うん。どうしたらいいのこれ。はにゃ。6分3輪、16分4。56。結構サクサク、もっとゆっくり打つのかなと思ったら、これはなかなかですね。サクサクいってますね、うん、ん、どっちがどっちなの。だからさ、でこっちの画面で見る方が見やすいかもしれない、うん、歩が2枚出たんだよね。歩が2枚出ました、うん、ボスが飛車振った。これなんていうか分かります？飛び、うん、1,2,3 だから三間飛車って言うんですよ。三間飛車、三間飛車、ここにあるときに三間飛車って言うんですか。そうそう、うん、何か意味あるんですか。三数字に振ったからかな。ここだと四間飛車っていう。あ、はいはいはい、でここだと真ん中だから中飛車っていう。こっちの関数字の方は関係ないんですか。うん、こっちは関係ない。うん、こっちは三間飛車、三間飛車、私の得意戦法なんですよ。お、私の得意戦法やられてしまった。で進むの早いんだよな、これな。早いです。多分見づらかったらこっちの画面が多分、うん、
だって三人飛車で、だって何これ銀どこ行ったの？こうやってか、こうやってなんだね。すみません、私全然動かせなくて。金が取って、予想も入ってるね。王様寄って8二玉と、これも聞こえてんの？これ全部聞こえてます。マイクに通ってます。あ、本当。はい。上田さん将棋はどんな感じ？私ですか。うん、私これほって読んで今日怒られました。怒られた？はい。うん、風なんですよね。うん、将棋はですね、はい、これが一番大事なんですよ、はい、これやっつけられたら負けだから、はい、お互い今 守りができてるんだけど、これなんでこっちだけ玉なんですか？なるほど、あのね、玉って読むんだ、玉じゃなくて。玉だとなんか宝物っぽいでしょ、はい、ほら桂馬とか香車も宝物とかさ、宝のイメージでこう昔の時代からこうできてるゲームだから、うんうん、こっちは王なんですか、ね、そう、これは王なんだよね、王将、王こっちは玉将、歩と歩で違うとこ、うん、相手側で違うってことですか？王様はね、歩は歩だよ、どっちも歩は歩です、うん、なんだけどちょっと優勝してこいって怒られちゃった9、4、9、4、よいしょ、5、2、2、7、9、角と、うん、ちゃんとあっち見ないといつ刺したか分かんないから大変だね、これね。そうですね、今、穂が1個前に出たのか、うん、これが出たのか、うん、出てますね、うん、将棋は、はい、プレイヤーは1対1で個人戦なんですけど、はい、この盤上はね、チーム戦なんですよ。盤上がチーム戦、チーム戦、サッカーみたいなもん、全部の駒が選手、はいはいはい、うん、で、これが大事だから、はい、役割分担としてこの王様を守るのか攻め、相手の王様を攻めるのかって各駒に役割を与えなきゃいけない、はい、うん、っていうところからね、こう考えていくんですけどね、うん、ほら守りに来たでしょ、はいはい、うんうん、王様固めてる感じですよね、う、うん、ほら、ま、しっかり守ってるでしょ、守ってますね、そうそう、ちょっと似てますね、形は違いますけど、うんうん、まあでも守ってるって感じはするでしょ、します、うん、あとはこれがどうなるかだよね、ね、うん、これ角がこうやって、うん、こうやってこうやって一つ一つ動き方も違うんですよね、そうなんですよ、角駒がね、だからサッカーと同じように足の速い選手もいれば、はい、今言ったシュートの強い選手とかね、うん、攻めるのは得意な選手とか、あと守りに不向きな選手とかもいる、うん、いろんなね駒に個性があるんでね、うん、敵の陣地に入ると裏返してまた変わってくるんですよね、そうす、確か役目が、そうす、これなんか将棋盤なんかすごいいい将棋盤かなと思って、駒がね、うん、そしたらさ、あの駒よく立つよね、立ちますね、周り将棋に私も練習でやったら2回立ったもんね、2つ立ったもんね、すごい、ね、面白い駒の角かって、うん、この手がねあまり意味がないんだな、うん、これなんで上がったと思う、わかんないよね、はい、ね、これはさ、さあこうやる手もあるんだけれども、はいはい、でもこれね数がね、うん、数があるからあんまりね、うん、難しいんだな、様子見で動かしたわけではなくっていうことです、うん、そうですね、これこうやったから多分王様こういく感じなんだね、はい、お城に入る感じしませんか、なんかこう、もうそ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 う、お城に入って向こう入ってるでしょ、お城入ってます、うん、そんな感じなんでね、うん、カクカク金が出てきました、うん、ボスと新井さんはねなんかこう形のいい将棋ね指しますね、ええ、両方立派な形ですね、うん、なぜならほら役割分担がはっきりしてるからどちらも、はい、うん、ここ鈴木チームはちょっと違う感じなんですか、鈴木チームはねなんか同じように見えちゃうんですよね、鈴木チームは確か打ち合わせで棒銀が好きだとか、はい、ええ、だから言ってたんで、じゃあ棒銀で行こうみたいなことになってたんだろうけど、はい、それを読まれてたんじゃないかな、多分、うん、王様こう寄って、これもいい手ですね、ほらなんかお城がこう
いい感じでしょ、金銀4枚こうみんないい感じで。これでも王様が出るとき、ほじゃない、ふあるとこに王様、うん、まあこんな感じでいいんだね。こうふわーってやっとけば、こうまだこうほらどんどんこうなんか金銀で守ってる感じしますね。守りながらちょっとずつ攻めていくみたいな感じ で、こういう時に大事なのはこの辺の勢力、お互いのね、はい、王様向かい合ってるからなおさら大事なんだけれども、はい、こっちから半分はどっちの方が駒が数が多い？こっちです。あ、そっか。でも金銀の数ね、守りは金銀3枚なんだけれども、金銀3枚にこの銀がいるでしょ。そうですね。この銀とこの銀の働きの違いがちょっと出てきてくると、ちょっとこっちが作戦負けになっちゃうかもしれない。あ、うん、こうやってこうやって、お、すごいですね、銀がこう、なんか場所が変わっていく、変わってこっちで攻めようってことですね。ほっとくと取れるんだけれども、はい、うん、まあこれこうバックしとくのがいいのかな。よいしょ、こうやっといた、うん、ね、これなんだろうね、こう出る手あるか。これ取られた、取られてないのか、まだ取られてないんだけどね、うん、こここうバックしましたね、はい、うん、守っ、ここを一応守ったんだけどね、はい、ほら銀と銀でこれ1対1で今戦ってる感じしません？うん、でほらこっちは守りでしょ、はい、こっちは守り、あとはね、あと これのね違いね、だからね、サッカーみたいに見てると大体、うん、で硬さにも特性があって、例えばですけれども、はい、これだとね、飛車交換になった時飛車に弱い、下に弱い、そうそうそう、下横に弱いってことかな、はい、下の、うん、これね横に強い駒なの、うんうん、で横に強い駒で攻められると弱いでしょ、はいはい、この守りは横に強い守りなの。だから相手の形によってこう飛車では攻めづらい、そう、相性のいい形とか作るわけだ。それでこっちの形だと割とこっちの特性は、はい、横に弱い分頭に強い、例えばほら、うん、頭に強い感じ してきません、はい、ね、頭に強そうでしょ、はい、こっちはまだ頭ちょっと弱い、はい、でそういう上の戦いになればこの囲いもなかなかいい囲いなんですけど、うん、うん、これからの戦い方によってね変わってくるんですよね。うん、なんかコメントでフォーメーションみたいだって書いてありましたけど、ね、本当そんな感じがします。そうなんですよね。でこうやってこうやって、これルールが、1手3手で交代の持ち時間なし1手30秒で、これは面白いに1人1回待ったあり、またあります、その時相談するって書いてあるんですね。そうですね、待った待ったになるって言ってました。ダブルマッタ、ダブルマッタだった気がする。ダブルマッタは2手戻るの？切って、うん、相手がピッてきたら、うん、マッタって言ったら2つなんか戻るみたいな。あ、そうなんだ。確かそうだった気がする。すごい巻き戻しですね。2つ巻き戻すみたいなことを相談してたような気がするんです。実際結果どうなったのかちょっと私も聞かなかったんですけど。ハニャ、ハニャじゃないな。これ歩がここになってて、これにこうなってて、金どうやったのこれ、ん、銀もいなくなっちゃいました。うん、え、何これ、こうやられたの、出番こっちだったんだけどな、うん、取ったやつはこっち隅っこに置く感じなんですか。取ったら駒台ってあるでしょ、はい、駒台に置いてるのね、うん、こうやって取って、すごい棒銀ですね。取って、はい、銀あっちに置いてください。はい、ここの、うん、あ、ここで。そう、で逆向きにして、うん、そうすると。わかりやすい感じになる。そうですね。銀取られたんだけど、はい、これを取り返そうとしてますね。はい。で、こうやったのかな、ボスは。あ、今、うん、歩がいなくなりました。ちょっと秒読みで慌ててますね、どちらもね、うん、30秒ってすごく長く感じるんですけど、将棋指してる時の30秒ってすごいやっぱ短く感じますよね。短いです。プロだとね、あの1分もあるんですよ。あ、そうなんですか。で1分に慣れてるんで30秒はもうすごい短く感じるっす、うん、なんかこれいいさばきしてますね。
いい手ですこれを。うん、ボス良かった。ボスいい手してますね。うん、また歩がいなくなる、うん。ほらほら出てきたでしょ。あ、本当だ。ほらこれ横に弱いの。あ、これすごい強い。これ縦横にどこまでも動ける駒なのね。しゃっていって。こことここがあるからちょっと。そうなんです。はい。あ、すいません。これね、なぜ強いかっていうと、はい、もう見ればわかるけどこれ裏があるのこれ。あ、あります、ね。裏竜って書いてあるでしょ。はい、相当強そうな感じしません。します。竜、敵の陣地に行ったらどういう動きですか？敵の陣地行くと竜になって、これバーって行けるでしょ、はい、バーってあとね斜めも一歩ずつ行けるの。あ、だからこうやったら縦横斜め一歩ずつみたいな。そうそう、こうやったら大手でしょ、はい、これ逃げたとしてだこれ取れちゃう。取ったら見て竜が2つになっちゃう。あ、ねえ、はい、ねえ、人狼だとこれ狼がどんどん増えていくって感じ。え、狼の増殖はちょっと、ねね、そんな感じなんで、はい、これね、うん、だからね、これね、ちょっと困っちゃうんだよね、うん、ボスチーム有利な感じだから受けたのね。受けた、うん、受けたけれども、うん、これが受けたけど順番なのか。あら、見て、そうです、こうやったけど、はい、これほら王様にすごい遠いのね。遠い、とっても価値があるんだけど王様に遠いから、ね、で、これほら、これね、歩がなると取れちゃうんだな、うん、これ痛すぎるのね、うん、取られるの痛い、ね、うん、これがね、どっかこうなってればいい勝負なんだけど、ね、これ取られちゃうからな。鈴木チーム不利ですね。これ不利を取り越しちゃったの。あ、うんうん、不利じゃなくてもうもう、もう、うん、これだってもう私がやっても勝てないもん。あちゃ、うん、役割分担でこれと同じぐらい強い駒って大体これなんですけど、はい、これがほらすごい働き弱いですよね、はい、これあと守りにあまり適してないからね、はい、あの王様を攻める手立てが今ないですね、うん、こういう攻めってのは本来ね王様がこういうところにいないとダメなの、うん、そしたらもうすごい激痛でしょ、はい、うん、王様から一番遠いところにすごい全勢力で行っちゃったから、はい、すかされた感じなのね、これね、これボスだっけ、これしちゃうって走ったっていい手だったですね。知りますね、うん、3手交代ずつなんで、うん、ボスでやったんですかね。新井さんもやったのかな、うん、なんか見えないんだけど今、あ、こっちの画面です今、ね、あの早すぎるあれの画面になってました打ってるところの。なんでこれがこうなっててさ、はい、さ、ね、でこれこうなったんだね。はあ。でこうなって、でこうなったんだ。なるほど。はい。はい、そういうこと。うん。それでこうやったんだ。うん。それで大手して、はい。はい。でもこれで。これ王手って言うんですけどね、はい、これ竜でしょ。あと1手で取れる。そう、取られたらダメだから、はい、でこれで守る。でこうやっちゃった、ね、うん、これも強い駒だから ね、でこれ取れるんですけれども、はい、これねほら攻めてる場所がちょっと違うんですね、はい、サッカーで言うと全然ゴールに向かってないから、はい、うん、こっちはだんだんこういけるからね、厳しいですね。全然将棋知らないんであれなんですけど、うん、この取った駒あるじゃないですか、うん、使うじゃないですか、うん、置く場所って決まってるんですか。どこでも置けるんですか。どこでも反則打っちゃいけないところはあるんですよ。 あるんですか、うん、例えばこれは前しか動けないから、はい、あとね自分の味方のいるところの筋に打ったら二歩ってなっちゃう、はい、こういうの打てないです。あ、これはダメ。普通にこう将棋として指してた時も二歩はダメ。二歩はダメ。こういうのがいなければ、はい、いなければ持ち駒のこういうとこ打てます、うんうん、こういうの味方の歩が縦に2つ並んじゃいけないっていうルールがある、うん、あ、なんかそれ、うん、漫画で読んだことある、うん、はい、で、あとね、強い駒からこうやって並べといて、うん、相手に分かりやすいようにやっといて結構なんか進んでましたね。こうや、今聞いてる。こうやるのが一番良かったんだけどね、はい、うん、まあ、こうなったのね。うん、はい、これもなんか移動してますね。これね、ここに歩打ったの、うん、なんで桂馬跳ねたんだ、いつの間に。
全く、うんうん、竜で取ったんでしょ、うん、はい、はい、なんでかな、なんであっちだけいっぱい刺してんの、これ桂馬跳ねてあるよね、はい、ね、で5五桂打ってんだよね、で銀上がったんだよね、で金取って、うん、いつの間に桂馬跳ねてあったのかな、跳ねなかった、さっき跳ねたでしょこれ、跳ねる場面が、まあいいや、うん、はい、いろいろねやり取りがあるんですけれど、はい、王様が全然弱まってないんですね、はい、うん、でほらこっちだんだん相手の攻めてる駒が、そうですね、これ竜ってすごい強い駒だったんですけど、ほらこれもなったら馬ってこれ強い駒なんですよ、はい、うん、ま、これはねこれの逆斜めすごい効くんです、斜めどこまでも、これの裏が馬ですよね、確かこれの馬はね、桂馬はね、うん、桂馬って書いてあるの、これなったら成金なんですね、成金、成金、これ私これが裏返ったのかと思ってます、あーもっと強い駒なんですよね、いやいやこれだからさめっちゃみんな喜んでどうなってんだろう、こうやってこうやって竜で行ったんじゃないの、バッサリ、ね、もう勝ってるからあれなんだね、これ順番的にどこですかね、あ、香車桂馬の次でいいです、はい、いっぱい増えてきたでしょ、いっぱい増えました、入りきらなくなったらどうしたらいいですか、歩をこっちに、歩で歩をこっちにして、あ、それでもいいですけど、まあこのまま、はい、はい、金、見ればわかると思うけど、ほら駒の数が減っちゃって苦しいんですよね、はい、これね、あ、飛車打ちましたね、これでね、うん、ふっふっふ、見えてる、あか見えてるかな、まあ、まあいいか、うん、いいと思います、うん、大丈夫です、こっちにした方がいいですかね、うん、大丈夫です、うん、ワイプの関係で多分こう、こうですね、ここにまで持ってくると見えますはい、もともと見えてなかった、うん、こうしよう、大丈夫かな、桂馬打った、うん、そんなに桂馬打った、うん、立てていいです、立てていい、桂馬打って角逃げた、うん、普通はどうすんだ、ここに銀打つとかなんだけどな、銀とか飛車とかね、これ攻めてる駒なんですけど、はい、これとこれしかないでしょ、はい、要するにこれ攻め駒じゃないと間に合わないから、はい、これと持ち駒はどこでも使えるからね、はい、でこれも攻めかもしれないけど、これとこれとこれだったらこの守りまだ3枚あるから崩せないんですよね、だからね、で向こうはいっぱいあるでしょ、はい、これで攻めれるから、はい、ボスチームがだいぶ優勢ですね、あ、これ飛車打ったのか、これはねこうやって王手しようとしてるんだよ、バサッて、で横で王手って、はあ、うんうん、金はかいけないんですよね、こうそうそういけないんですよ、まっすぐか横でしたっけ、あれもう覚えたんですか、なんかその通りですね、さっき引いたんですけど、まあこれ取れば詰みですけどね、うん、詰み、詰みってのは、はい、もう動けなくなった状態を詰みって言うんですよ、でその詰みっていうのが王手の連続で、うん、まあだいたいこうまだ何手があるんですけど、まあ詰むっていうことですね、もうこれは動けなくなりますよっていう、うん、ダメになった時よく詰んだとか言うじゃないですか、 そうです、それって将棋用語だったんですね、詰み、将棋とか囲碁でもありますね、詰みってね、これ取っちゃえばね詰みですけどね、うん、ね、うん、あれでもこうか、うん、ちょっとこっち行ってこっち行ったのか、これでも詰んでますね、取ってね、うん、うん、詰みはね、もう、はい、もう相当詰むんですよ、駒がいっぱいあるから、はい、で桂馬をこうやればだ、まあ、詰みですね、まあ難しいんですけどね、詰ませなくてもいいんだけど、よいしょ、あ、取りましたね、取りました、うん、こういけば勝負ついた感じで、そうですね、こういう強い駒を、はい、あ、で相手の間取るときは大体決め手って言っても、大体勝負が決まるときなんですよね、はい、でここに桂打ったら詰みがありますね、打ちますよね多分、いやこれすぐ打つかどうかわからないんですけど、飛びって香車槍、これ香里ちゃんって、ここですね、そうです、
あ、鳴り駒で打ったらできない。表で打つんですね。あ、表で。うん。でもこっからここに入った時は裏んちゃうんですか？あ、いや、図必ず最初は表。あ、最初は表なんですね。え、後からあの裏にすることができる。最初は、ね、選べるんですか？それも裏表で。あ、それは選べるです。途中から。え、権利は、うん。まあ、例外もあるんですけど、まあ、ね、はい、うん。これで詰むかな。うん。まずこれでも詰みかな。うん。取れないんですよね。取れるのがね、はい、これでも取れる、これでも取れる、これでも取れるんですけど、はい、どれで取ってももう多分詰んでしまうという感じですね。なんか、あ、ない、飛びがないのか。飛びって何？いや、例えばここ、これこっちだもんね。お互い手前です。飛びじゃなくて飛車ですよ。飛車って言うんだけど、いやでも一文字だからね。うん、あっちの駒は、あっちの駒は飛車って書いてあるでしょ。飛び車って書いてある。あ、本当です、ね、うん、あ、ちょっとこっちちょっと違うんですね。そうですね、はい、OK に銀ですね。銀、うん、逃げて、ボスはね手堅いんですよ、はい、多分、詰めばいいんだけどな。うん、ここに打ってもまだ足んないな。うん、うん、手堅い手ですね。うん、どうやった？お、こうやります、うん、ほっといたら角打って詰まそうって、うん、うん、こういうことやったらね詰むんですけどね、こういう逆転があるんだけど、まあ先にこう取るのかな、うん、いろいろ詰みがあるんだけどね、はい、元から詰んでたから。ライさんは多分つま好きで馬切ってたんですけど、はい、ボスはちゃんと手堅く勝つつもりでこう、無理な王手をしてなんか動いて、あれ、ね、これがこうやったんじゃないかな。ここに行ってますね、うん、で、これが逃げちゃった。そうですね、逃げちゃった。でもこれ逃げたら周り何もいなくなっちゃいますね。裸の王様みたいな感じですか？そうなんですよ。攻めが強いからどんどん逃げ出してったんですけれども、はい、もうだんだん一人ぼっちになってきたから、うん、かわいそうな王様、うん、ただまだ分かんないよこれ、うん、これまだ分かんないんですか？まだ分かんないですね。これ取っとけばよかった。これ取って王手しとけば、はい、これ銀打って詰んでたのね、うん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 、銀打って詰んでたんだけれども、はい、銀を取らずに王手したから、はい、うん、まだわかんないよこれ。逃げ道を与えちゃった感じ。こっから逆転するかもしれないからね、えー、まあまあでもね本来は逆転しないんですけど、これほら頭に金打ってもう次の次があるんですけどね、はい、うーん、どうなるんですかね。まあこうかな。桂馬があればねこうだったらね、うん、これで逆転するんですけど、はい、うん、難しいですね。桂馬1枚も持ってない、うん、強者、強者じゃな、大手じゃないからな、大手じゃないから、うん、また来た、これ無理だよ、無理だな、絶対無理。大手じゃないから金も持って笑われてますね、金持って笑ってる新井さんがもう感想戦やってるみたいだ、あれも、うん、そうですね、多分、うんうん、金打たずに終わってますね、はい、多分金ね、もう参りました。うん、って言っちゃったんですかね。だってこれ待ったしても多分もう無理、待ったしなかったもんね。待ったありなのにね。そうですね、せっかく待ったが使えるのに、うんうん、待ったしてどうするの。これ待った1回ずつできるのにいつやったの。どっちも待ったしなかったでしょう。どっちも待ったしてない。音声がちょっと入らないんで分からないんですよね、うんうん、でもうちらが喋ってたりもしかして待ったしてちょっと変な範囲の移動になってたのかもしれないですよ、あれみたいな。そうですよ ね、途中手番がねなんかおかしかったって言ってましたもんね、はい、うん、でこれ見てください。終わった時大事なことがあるんです。ここに残ってるやつですか？残ってるやつじゃなくて盤上で。盤上で、だから結局ゲームに参加してない選手がいるってことです。あ、こことか動いてないですもんね。これは一応1個ずつ動きましたよね。 あ、そっか、1個ずつ。他にはここじゃ、いやいや、こっちから見たら、こっちから見たらですか、うんうん、負けた方に原因がより残ってるっす。ほら
これ役割がないでしょう、はい、もう攻めてんのか守ってるのか、はい、だから失敗した原因がコニーにとって、うん、こういうの使う暇もなかったからね、捉えちゃった。あと勝ってる方もこれは使うべきでした、はい、本来ね、うん、やっぱりね、全部の選手がゲームに参加するってことを考えると、こう原因が参加できなかった駒が多い方が負けてる、うん、そういうことになるんですよね。ベンチ入りしちゃった感じですか。そうです。なんで俺を使って、ね、くれないんだって。あとこれ使ってる間にこういうのを使えてなかったから、はい、強い駒が居眠りしてると勝てないですね、はい、うん、とりあえずね、はい、うん、だから全部の選手はね、だからこれはやっぱりゴールに遠いところ攻めてるから間に合わないわけですよ、うん、ね、王様の位置によってね、使い分けないとね。王様の位置じゃこっちにあったじゃないですか。そうですね、2つとも、うん、向かい合ってたでしょ。こっちにあったんで、だいたいこっちに寄せていく。私はそういうのが好きですね、うんうん、あのラグビーだとこうちゃんとスクラム組んで前に行くような感じ、玉頭戦ってスクラムで戦う場合もあるから、もしこっちに移動させるんだったら、うん、こういう横に強いやつとかになるってこと。そう、これはだからオールマイティに強いんですよ。だからね、どういう展開にも強いんですね。ちょっと癖があるのは斜めの駒だけど、あ、そうです、これはね、一番使いやすい駒だから。でこういう使いやすい駒は、はい、ほっといても活躍するから、はい、こういうね、弱い駒を活躍させることが先だったんですね。うん、難しいですよね。まあまあ、でもね、順番に。私今日初めて将棋の番とか触るんで。あら、うん、じゃあこれからですね。これからですね、なんかまず一個一個の表の動きとか、うん、裏になった時の動きとかを覚えたりとかしないといけないですね。そうですね、動かし方はまず覚えて、ただゆっくりでいいです。誰だって最初間違えるから。私金と銀子供の時よく間違えたから、そうなんですか、うん、全然で間違えててもいいんで、はい、で分かんなくなったりも言ったように、はい、全部ゲームに参加させるっていう、とりあえず参加させて覚えようみたいなのがいいかもしれないですね。そうなんですよね。そうするといろいろね、あの思い出すんでね。そうです。これ2回戦から、2回戦は組み合わせが変わるので、ちょっと向こうの方に私行ってきます、うん、はい、はいはい、組み合わせ多分変わってると思うんで、はい、聞いてきます。お疲れ様でした。達也さん、ここでの初敗北なんで。あ、そうなんですか。お疲れ様です。あの2回戦目はチーム構成どうされますか。あ、なんか視聴者にアンケートを取っていただけると。あ、わかりました、はい、あ、なるほど。ここ今音声入ってるっぽいですね。あ、こ多分こっちの画面に今切り替わってるんで、あの視聴者の皆さんにこのコンビの組み合わせをアンケートで取っていただけると、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ事務所の方にまずちょっと行って聞いてみます、はい。俺ハンデありでいいでしょ。いや、マッタ使えばよかったの。どっか忘れてたね、うん、でもあれ最初忘れてたな。いや、マッタ忘れますよね。忘れてたもん、ね、それを覚えてた。なかなかいい手じゃない。手、いい手だった。あ、銀出た時もでももうちょっと銀側で出てくと死んじゃうからね、うん、あ、だから銀は出さない方がいいんだ。守ってからだね。せっかく守ってくれ。あれで見て、違うからさ、探してまた戻ったの。どうせやったらこっちちゃうんかなっていう。いや、でもこっちなんか寒いから。あ、なるほど。もうそのまま僕は。まあでも鈴木はあんま強くなかったみたいですね。いや、コンビとして。おお、はい、おお、おお、あ、今からあのアンケートのやつを自分でやってくれるそうなので、はい、ちょっとこの画面に出るまで、はい、待っててもらう感じです。はい、ちょ戻していい？あ、戻しましょうか、はい。そして私また振り込まします。はい。最初に中田先生はどんな解説を今回は笑ってますか？ちょっと早い。ほとんどちょっと早かったんで、で結構喋ってて私が分からなくて、うん、気がついたらあれみたいな。だから指してよ、もうちょっとゆっくりな方がいい感じですね。そうですね。はい。僕これ指すのを決めてたとしても、まあ15秒ぐらいまで。なるほど。しっかりしていただいた方が多分見やすいですね。確かに。ああ、そうですね。すいません。そっか、ノータイムです。ちょっとこれハンデ必要ですね。達也さんハンデ。マッタ5回ぐらい。いやいや、5回が多い。5回が多い。あ、だから達也さんとこんな人だけ2回です。2回。あとは1回。2回は少ないな。いや、次どういう組み合わせなのか分からない。確かに。2回だとね、無敵少ないと思う。そっちの、はい、もう
の逆転できる形になってるよみたいに言ってましたよ。へえ。あの感じのあれちゃうかな。だからその太郎ちゃんが本当にこの譜の意味が全然分かんなかったです途中。全然ここに譜打ったじゃないですか太郎さん。基本的にやられるのがまず嫌 やったんと格を聞かせるってこと。あ、格上がり。いやもう端から一発しか狙ってなかったから、うん、もう。ああなるほど。桂馬欲しくてしょうがなかった。その時は桂馬使っちゃった。アライ＆達也。え？ボス＆太郎でお願いします。アライ＆達也だそうで。じゃあよろしくお願いします。違う違う。半で待った五。五三三三三三。はい。マッタさんって俺マッタ分かんないからさ、達也のパートナーはマッタの、そうそう、だからケイブンが3回やそれそれそれマッタをちゃんと使えるだろう。達也のパートナーはマッタ3回持ってます。マッタ、ペンあります？はい、ペンで覚えなきゃいけない。竜王戦当たるんですよね。大丈夫です、座って、大丈夫です、座っていただいて。じゃあ、先行は、ちょっと刺してはいいの。あ、そうですよね、3歳以上です。僕、何でもいいでした。あの、さっきも難しかったけど。じゃあ適当に行くよ。達也さんに3、ハンデ3、ハンデ3。あ、でも多分もう今流れてるんでこの音声が。あ、なるほど。達也さんに待った3回です。はい、はい、あのちょっと変わりました。最初に説明あったかわかんないんですけど、マッターを採用するして今は使ってなかったんですけど、あの達也さんのパートナーの新井さんにはマッターが今回3回使います。はい、はい、でチーム戦がボスと太郎さん、はい、もう一つが新井さんと達也さん、はい、じゃあ僕は先行で、はい、で、そんな誰が足引っ張ってるみたいでしょ。そんな長さない。大丈夫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 分かりました。いや、荒井くん先の方がいいでしょ。いいです、いいです、いいです。いや、荒井くん先じゃない、多分俺が。はい、じゃあ先手はボスでお願いします。はい、そのままの方がいいです。いやいや、多分あれさっきそっちは下に横に動かさない方がいいです。いや、どっちでもいい、対応するから。対応する、対応する。分かりました。あなたは対応型なんだから。分かりました。あそこの画面が、右側の右上が解説室に変わるまでちょっと待ってもらって。ごめんね、対応型で。対応はできるから、順番から言っちゃダメ。対応はできる。対応型じゃないですよね。いや、対応型です。いや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 、お芋だよね、夢見が。どっちが先手ですか？先手は、うん、人が多かったんで、うん、どっちだ、振った人が5点になる。ボス、ボスですかね。ボスが先手、ボスが先手ですね、うん、で、多分チームが変わっちゃってるんで、はい、ボスと太郎さんの組み合わせと、新井さんと達也さんの組み合わせで、達也さんにはあのさらに半待って半でが3回、はい、いけれるようになりました。じゃあボスが先手、ボスと太郎さん、ボスと太郎さんが先手ですね。はい、確か。じゃあ上がボス、上がボス、うん、あ違う、新井さんじゃなかった。どっちが勝ちそうかな。いやこれはいい勝負なんじゃないかな、うん、で下これはいい勝負だよ、うん、これは多分あれ、ボスが振り飛車が得意なんじゃない、きっと。そうですかね、ひょっとしたら、うん、安定してるもんな、うん、多分 そろそろ始めてくれると思うんですけど。なるほど、はい、まあまあゆっくり、はい、見てれば。でも画面変わり、コマが曲がってるな。切り替わったの気づいてないのか、うん、よし、うん、あ、さっき振り駒綺麗にやりましたね。振り駒全部叩かなかったです、ね、帰ってがっかり来ない。いやもうなんか周り将棋だとあれだとね、回れないですもんね。そうそう、回れないって、ね、うん、はい、じゃあそれでは2回戦開始ですかね、うん、そボス考えてますね。あ、打ちました。あ、珍しい、2、1、
で、あとちょっとさっきよりゆっくり打ってもらうように言ってあるので見やすいかと思います。追いやすいかな、私たちも。これね、さっきの上田先手だったの。上田先手、あ、そうなんだ。打ってみたいですね。珍しい。先手はいつもね、下なんだけどね、本来ね、うん、国、銀、76。何やるつもりなんだろう、ボスは。わかんないです、めっちゃ考えてます。銀、銀が6、4、うん、右玉戦法とかあるからな。右玉戦法、例えばこういうことやると、はい、王様がねこっち来ちゃったりする時がある。なんでですか。なんかねここは弱いからねこうやって攻めてくる、相手の攻め駒攻めてきたりするのね。へえ、うん、逆に逆、そうそう、王様でバンみたいな、そういうのありますよ、ね、うん、私もそういうの好き。今変わってます、こっちね、これが今出てます、うん、王道ですねこれはね、この子は一歩ずつしか動けないんですよね。そうです。でここ一歩動いたけれども、はい、これはねこうやるんじゃなくって、見てこれ斜めなの、これ角って、はい、馬、さっき馬だったんだけど、はい、これね斜めのラインが全部効くの。あ、だからこうやることによって、はい、もう斜めができたわけだ今。この子が、そう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 、活躍する場が増えたっていうことですね。でこれはほらこれが縦横なんですよ、はい、縦横だからこうやってこれも効いてくるわけだ、はい、っていうのがあるのね。もう一個出たらこの子がここに出た時、そういうこともできる、そういうこともできる、そう、自由度がこう高くなってる、はいはい、それでねこうで向こうはまだねどうやるかわからないね、うん、出ましたね、うん、んじゃあだからさ、あ、こうやった時にこうやったんですね、なるほど、はい、大丈夫です、すいません、順番これ違うとだいぶ変わってくるんですよ、ね、で、 でこれ上が先手番だからな、これがもう一個今行きました。これ面白い将棋ですね。2の4って言うんですか、こういうの。そう、場所、そう、数字から言うんですね。そう、上からすごいですね、初めて見て全部分かって。2の同歩、同じく太い、2同じく、はい、はい、で2同じく飛車と、うん、これはね取ってで角打つんだけれども、はい、うん、それを考えてやってるのかな、うん、これね斜めでしょ、はい、取るんですよ。あ、パク取れますね、取れる。で例えば取るでしょ、はい、取ってでここに角打って、はい、これ斜めでしょ、はい、あとねこの斜めでも取れるわけだ、はいはいはい、うん、でこれ縦横だからこうやるとこれで守れるんだけれども、うん、あとはこれで取る手もある。いや、この最初の角の上げるので、そうそう、もうぶつかってるんで、そうそう、すごい重要なんですね。そう、ぶつかってるんでね。あ、取りましたね、取りました、って通り、うん、合ってますでね。あ、こっちでまだ、うん、取ったとこで打ってないんだな、これな、まだな、まだ打ってないですね、うん、だからここに打つと思うんですけどね、角をね、うん、セムの頭が、セムじゃない、ボスの頭がね、ボスの頭が、あら、これ、これはね取れない、ほら横で守ってるから取れないんですね。こうやるとねこう取られちゃうからね、うん、まあ、こうやると、はい、うん、こういう手がありますって感じですね。取って角、あ、か、でも角打ち返せるからダメだなこれ。あ、でも取ってまた豪華か、うん、うん、こうやって角打ってください、ここに、はい、うん、でどっちか取るって斜めだから、うんうんうん、でこっちもこうやってこうやるとこうやるんですけれども、うん、取って同歩で5五角と、うんうん、でこうどっちか取りますよってやって、はいはいはい、でまたこうやってでこれ取ると見て、縦と斜めでこっちもこれ取れる、でほら取っても取り返せるって、ね、縦横は覚えやすい、目がついていかない、そうね、目がついていかない、まだ ね81マスばっかりです。なんかマーさんの配信は普段見慣れてるんで、あ、すごい、私はもう最初もうドラのチェックから大変ですよ、うん、あれ、あ、なんかだいぶ変わっちゃいましたね、いろいろ、うんうん、待ったしてんのかな今、
やり戻してましたよ。待ったしました。じゃあ達也さんがやってるのかな。達也さん待って一人で3回ぐらい、今だって戻って振ったところ待ったしてなかった。あ、待ったしてやっぱり相談してますね、うんうん、だ新井さんと相談してこれなんで飛車戻るかっていうと、はい、次にこういう手があってこことここ狙われる。だからここを守るべくこうやると今度こそここに打たれて今度はこっちとこっちって狙われる。だから、うん、これはね癖物の手なんですよ実はね。でこうやって、うん、で歩打つんだけど銀の位置が悪い実は、うん、だから引いて大丈夫なはず。だけど待ったしてましたね今ね。ここで考えてますね。今なんかいろいろ金とか動かしたりしましたね。最善者飛車引きだと思うんですけどね。でそれを待ったしたから、はい、他の手はもっと悪い手になるから待ったしてもっと悪い手やりそうで怖いなこれな、うん、待ったしてたんだけど、うん、多分飛車引き待ったしたらやばいと思いますよ。将棋ってすごいですね。飛車引いた、うん、全部見えてるからなんか次こうやったらあれが来てあれが出ってなんて先ってのいっぱい考えるじゃないですか。そうですね、マージャン牌って見えてないから、はい、ある程度ぼんやりと何種類かを考えるですよね。だから多分そんなにはっきりと明確にこんなに考えられないんですよね。でもマージャンも状況次第で、はい、あの手役を狙ったり逆に親を速攻で蹴りに行ったりって状況によって打牌変わってくるじゃないですか。変わりますね。だから要はその状況判断ですよね、はい、あとね、うん、そういう手が入るか入らないかもまたちょっとあります。だから本来ね何も考えず自分勝手に進めればそれは楽ですけれどもね、うん、将棋もそうはいかないからな。あ、歩打ちましたねこれね。打ちました、うん、これね。でね取らなきゃダメなんだけど、うん、取れますから。逃げてなんかうにゅうにゅうしてますね、うん、どこ行こうかなって、うん、手を離すまでは大丈夫なんですか。大丈夫です。あと待った針だから多分今日は大丈夫。そうです、ね、今日はねいろんなテストを兼ねてるから、はい、何やってもいいんで、まあ、で0回って言ってましたもんね。でこうやると、はい、こうやってこれがねこっち来んだブーンって、はいはい、ほらいきなりこっちに来て、はい、見て逆襲した格好になってない。あ、本当だ、ね、力関係逆転したでしょこれで。いきなり、ね、最初こっちで威張って自分からやってったのに、はい、返し技を食らったような感じになりますよね。引っ込んじゃったってことですよね。そう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 。で相手の人が威張り出してでこれほっとくと、まあ、例えばこんな手とかね、うん、あるかもしれない。例えばここでも角入った時って角は斜めにしか行けないですね。そうそう。例えばね、まあ、例えばこれ何かやったとしてここ置いてやって斜めでこれね絶対取れる。そうですね。これ取ってまた斜めにどっか行っちゃうみたいな感じで、ええ、取ったらこれなると縦横に一つずつ行けるようなの。斜めだけじゃなくてひっくり返せるんですよね。そうそう馬になるから、うん、そっかそっか。こうやったらこれも取れるし、はい、これもなれる例えばね、はい、あとまだ応援がいるからってなるんだけどね。で実はこれ取れるんだけど、はい、やっぱりこれがなったら、うん、なったらこれと金って言うんだけど、はい、と金っていうのはこれ金と同じ、え 金と同じ動きになる、はい、これ金の崩し文字ってなってる昔のと金。ほら成金とか言うじゃん、なんか、なんかそういうの、そういうのにね、だから歩がなると非常に価値が高い。へえ、成金ってこっから来てるんですね。いやだと思うんですよね。でもそうですよね、うん、一番どっちかっていうと弱い、うんうんうん、あれそうなってますね。だいぶ話してるとちょっと変わっちゃいました。こうやってこうやってこうやって、はい、結局これがこう来たっす。結局これがこう、うん、こう来た、うん、すごいですね。この画面パッと見ただけでそこまでの工程が出てくるんですね、うん、でこうやって7二金、うん、これはねまあ何でしょう、うん、ちょっと1本取った形です。駒の損得ないんですよ、はい、数は変わってないでしょ、はい、うん、だけどこっちの方がなんか伸び伸びしてますよね、うんうん、でこの歩ぐらいは頑張れば取ることができるかもしれないけど取っても形がずれるし、うん、難しいですね。あとね、はい、王様これどうやって守ります。今攻めあるでしょ。攻めと守りの形を考えるんだけど銀とかで守るんですか。そう、あるいはいる方に寄せてくんだ王様の方から。こういうふうにいけばこう守ってる感じするでしょ。そうですね、はい、でもそうなってくるとこれこういうのいつ動かすんですか。こういうのはまあこうやればほら逃げ道がちょっと増えてる感じですね。さっきと同じで、で別にまだ攻め駒にっていうわけじゃないんだけど対してこちらはどうやって守ればいいのか、これはっていうことになる。
ね、難しいでしょ。わかんないです。簡単に王様、右か左かって考えたらどっちでしょう。右か左かって言われたらどっちで守ります、王様。うん、いや、こう自分の陣地のね、右側に行くのか左側に行くのか、真ん中って結構危ないね。右ですかね、うん、右でもこれもういるよ。いますね、うん、だから多分左になるならこうやってこうやって左がさっきと同じような感じ。2手かかるってことですか。2手かかるのもあるんですけど、大事なのは、はい、これ飛車と近いんだ。はい、飛車って今言った、まあ、飛びじゃないよ、飛車って強い駒でしょ、はい、うん、飛車と王様ってなるべく離しといた方がいい。うーん、万能だからですかこの子が。万能っていうのもあるんだけど、例えばね、はい、近いところにいるとするでしょ、はい、真ん中にこうやって攻めてきた時に、はい、例えばこうやって王手とかやられたら、はい、王様は逃げなきゃいけないけど、はい、飛車が取られちゃう。あ、ということね。でこれ遠くにいれば、はい、どっかいればこの時逃げるだけで済むのに、はい、だから近いと両方逃げるわけにいかないから どっちか捨てなきゃいけなくなっちゃう。そうでも王様絶対捨てれないですもんね。そうそういうことか。なので近いといろいろ不都合なことが起こりやすいってことなんですよね、はい、うん、まあ、当然近くところで頑張る人もいるけれども、はい、ケースバイケースで、まあ、常識的にはあんまり近づけない方が、うんうん、いいんですけどね。随分進んでますね。そうですね、結構ね、いろいろ喋ってお話ししてくれてたんで。でもこっち行ったんだよね。こっち行って、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 こうやったのか。で、なんか、うん、トに変わっちゃった。あ、でもこれね、合わせの歩って言って手筋取らせたの。で、トになったんだけれども。はい。あ、すみません。はい、で、銀で取ると。はいはい。うん、これは、ここを例えば守っちゃえば、はい、これ傷を解消するっていう感じ。傷ですか。うん、さっき傷だったの、うん、もう、うん、もう血が出そうだったの。ここにあるのがもう邪魔でしょうがないみたいな。そうさっき言ったこういうね、角とか打たれちゃう傷がこうやると打たれちゃって、うん、で取れないわけだ、うんうん、だからこれこっちに変えて傷をほら傷がなくなったでしょ。治したの。そうお薬塗ったみたいな感じですか。そうこれでね、はい、うん、ちょっと危ないんだけど、だから、うん、今こうやって傷を消そうとした。うん、うん、で手筋でその傷を治させないっつって今ここに振った。ああ、うんうん、傷はずっと傷のままにしておこうって、はいはい、やったんじゃないのこれ、うん、ね、これ例えば同じことやるとするじゃないですか、はい、やだこの傷治したいってやるでしょ、はい、こうやるでしょ、ね、そうするといやこれはまだ傷なんだって傷が癒えない。ちょっとだんだん痛そうな感じしない。筆取られちゃダメだから。筆取られちゃダメなんですか。筆取られたらダメ。例えばこういうことやるとするでしょ。はい、ね。で例えば取るとするでしょ。はい、でこうやって銀と歩の交換。ああ絶対ダメですね。なんか。でほら金銀の数が何枚あるこれ相手。三枚。三枚。自分はほら1枚になってる。これなんていうか100円と5000円札の交換みたいな感じ。よくわかんないこと。いやこれが100円だとしたらこれ5000円ぐらいの価値があるから、うんうん、銀は不利ってことですか。そうだってこれ前に1個しか進めないやつ、うん、で銀ってのはこれ例えばだけど斜めいける前3つどこもいけるんだ、うん、でここもいけるわけでなったら成銀は金と同じ、うんうん、で結構強い駒でいつでも使えるわけだ、はいはい、でも片や歩ねこれ今どこにも使えないんですよ。ほら同じとこに2つ並んじゃいけないすごい使いにくい駒でしょ。弱い選手と強い選手をトレードしちゃったみたいな。そう、うん、それはねちょっとね避けたい。できれば同等のもので交換して避けない、うん、いきなりやると今言った戦力ダウンで負けちゃうから、はい、うん、それはねできないんですけどね。だこれ考えてますね。あ、またね待った下みたいですね。待った下みたいです。うんうんうん、まあ、そうね、ちょっといろいろ苦しいから難しい方が待ったしますよね。ね、うん、なんか今、うん、角を打ってますね、うん、これは例えば打たないと逆にこういう手が嫌だった。例えばね、うん、あ金取られちゃうみたいな。そう要するにこれを取れるけれどもこれ対これの交換は損なんだ今言った、うん、と要するに今トレード交換の話になるんですけど、はい、これ主力選手の、ま、主力選手守るの、はい、うん、あとこれも格闘譜の交換になるから、うんうん、こういうのできます。守りが浅くなっちゃうってことですか。あと、うん、であと攻め、うん、
この飛車が攻めにも守りにも働いてないでしょ、うん、今だ攻めるならこうやって縦なんだけれども、はい、そういうことによってこういうほら斜めのラインで逆用されちゃったりするんだよね。もう、うん、今すごい傷をぐじゅぐじゅされてる感じで、こっちも動かせない、とりあえずこっち守んないとみたいな感じなんですか。で傷の回復ができるかどうかわからないのに、はい、王様はほらこっち近寄ってるでしょ、はい、うん、こういうの危ないんだな、だから傷から遠ざかんなきゃいけない。うん、で向こうはほら安全地帯にいるから、ね、より強い戦いがもっとこっちでできるから、もう今ここだけでやってる感じですもんね。でここの傷はだから危ない、致命傷になる場合があるから、今だからそれを消すべくこうやったんだけど、うん、ダメって言われちゃった。ダメって、いや、ま、だうまく攻めになればいいんだけど、うん、ダメってのは例えばこう言ってとかね、うんうんうん、どっか行きなさいとかやる場合はありますね。あでこうやってこうやって、だからこの角にプレッシャーをかけてきた、なんそんな感じしません？プレッシャーちょっと近づいて、そう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 、うん、そうだね、角まだ取れない、うん、あれ新井さん考えてますね。新井さんじゃないわ、うんうんうん、達也さんが考えてるんですね。やっぱり一生懸命こうやって傷を治そうとしてるんですけど、今言ったようにね、絆創膏ちょっと足りなそうですね。足りないんですよ、うん、こうやる手もあるんだけど、まあこっちとって、うんはい、うん、こっちの傷を作っとくのがまだいいかな、うん、これもあるんだけど取ってまだこうやって傷が治るんでね、うん、これよりこっちの方がいいのかな。まずこっちの傷優先、逃げたらそこでこうやる、うんうん、あるいはもっと意地悪してこうやるとかね。え、何が意地悪なんですかそれは。え、取らせない。あ、銀を取らせない、うん、はい、あ、だから斜めのラインできてる、うん、そう、守りの駒だから、はい、この角は取ったら価値があるんだけど、はい、うん、これでもいいやぐらいでもいいかな、うん、ほらなんかもうすごい守りがしっかりしてくるんでね。そうですね、うん、こうとほら逃げ道を作んなきゃいけないから、こういうことに、うん、そうするとこっちの銀でアタックしていけばいいからさ、はい、うん、でこうやってほらだんだん王と飛車とか狭いところ、あ、この、うん、この子なんか踏ん詰まりになってくる ね、 これ、うん、そう、何もしなく終わっちゃいそうです、ね、そうなんですよね、うん、あ、はい、ということでターンにつきましたね。これなかなかいい手なんですよ、はい、うん、で守りをこうやった時に結局私の言った通りになりましたね、うん、封たれました、封たれました。これはもう痛いんですよ。最初から何もしない方がよかったね。傷を消しに行って傷がちょっと悪化してます。どん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 、うん、ここから海が出てどん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 ダメ。いやいやいや、これほらこっち行っちゃったもん。あ、うん、これ痛いよな、うん、踏み取られるわけにいかない、絶対トレード、そう、うん、このトレードは避けるべきだからこう行くしかない。新井さんめっちゃ考えてますね、うん、あ、こう逃げた時にね、新井さんはもう、うん、新井さんはね形勢がいいと思った時しっかり考えるんですよ。うん、形もしっかりしてるしね、チャンスだと思ってるのは当然ですけど、だからまあこうかな、銀の斜め、そうですね、銀はねドリブルがうまいんでね、こっちにしましたね。まあこれもあります。これもね逃げ場所がねここかここしかないの分かる、斜め、そうですね、あ、こっちに逃げたらこっちは、こっちはこう、ここだと鳥がいるからダメなんですよね。太しちゃ、まあいいや、ほうほうと、でも覚えてくれれば嬉しいですね。だからここかここしかない。見てこれ狭いでしょ、大事な駒が。なんか、うん、本当だったら、うん、ここが金とね銀とかだったらいいのに。例えば、うん、1億円1億円1億円見て並んでたら、これ攻めてったら何か手に入りますよこれ。確かに、うん、ここも行ったんだけど、うんうん、これほらこれね、角の頭って急所なんです。これ頭弱いから角は、はい、頭を攻めてくるときついね、うん、角の頭は急所で、あと飛車の横も急所、これいけん、こういろいろね、土手っ腹にだんだん飛び火してきて、本来こっちの方がまだ安全だったかもしれない、うんうん、自分の飛車離すのもあるし、相手の飛車から遠ざかるっていうのもあるんです。だからこの飛車で随分傷作られちゃったから、うん、すごいですね。歩1個でだいぶ変わるんですね。そうなんですよ。一番ちょっと弱そうなのに、実は歩が一番強いんですよ。人狼でいう市民、これ市民最強です。だから取られてもいいんだもん。今言ってん、もうずかずか取られてもいいんです、ね、こういうのは役職持ってるから、はい、失うとやばいから逃げるんだけど、うん、だからそういうのにこうずけずけ市民が、歩が一番強いんですよ将棋の駒で。へー、うん、でなるとと金ってまた最強でしょ。そうですよね、ええ、歩が一番強いから当然歩をうまく使える人が強い人になる、うん、
こういう強い駒は誰もがみんなちゃんと使えるから、うん、プロと同じようにだって強いんだもん元が。元が強いから、うん、だから本来はこの飛びが龍になるよりも、はい、歩が金になる方が価値が高い。ちゃんと使いこなせてる。使いこなせるってか元が強いから、はい、これなっても4箇所増えるだけです、うんうん、斜めに1個ずつ、うん、でももう強いから。でもこれ歩が金になると動きがいっぺんに5箇所増えるんですよ。だからこっちは価値が高いんだよね。だからこれがね急所にこういうとこ来たら、うん、例えばだけどこういうとこに来たら必勝なんだよね。取る取らない関係なくね、うん、必勝なんだけれども、これがここならまだ頑張れる。なぜならこっちの方が価値が高い、はい、うん、強さは元よりも相手に渡した時は弱くて弱いじゃない、はい、こういう場合相手に渡した時も強いでしょ、うん、だからすぐ取れない取れない、うんうん、だからね歩が一番強いんですね。すごい一つ勉強になりました。達也さんちょっとなんかしたかもしれないですね。した銀ぶつけた。いやなんかしたっぽいのね、うんうん、コメントに達也って書かれてました、うん、これは相手の強そうな駒にアタックかけたわけだ。うん、うん、要するにお互いこうやって交換になれば相手の強い駒と交換でチャラになるから。そうですね。ただしここに打ち込まれる傷があるんですけど、だこれ傷駒渡した時にここの傷が、そう、そんな痛そうな顔しないでください上です、うん、いやもうこれが本当に、うんうんうん、傷なんです。あれなんだな。要するに拠点を作られたってことですね攻めの。でこっち行かずにこっちで当然こっちの角にね、はい、かけて苦しいですね。でもこれまだまだボスも頑張る気満々ですね。ボスも頑張りますね。角どこ行った？あ、鬼辛抱の手ですね。ですからね、この打ち込みが常にあったんで我慢しました。角を取らせて我慢しましたね。うん。で、はい。はい。でこれはねすごいそちらが儲けちゃった。こっち。そうです。あれこれボスが上？ボス上です。ボスが、で新井さんたちが苦戦してる。新井さんがすごい苦戦してますね。だってで今は達也さんが苦戦してます、うんうん、銀もらったけど、はい、獲得と失ってるからね。うん、うん、だいぶトレードでそのね交換で損してる、ね、そうですね。でしかも傷も1個ついてる、うん、そうなんです、あんまり1個でも逆に傷つけてたらまたちょっと違う。そういうことです、そういうことです。向こうはもうね手つかずだから、うん、僕は健康みたいな。向こうはで、うん、そう健康、お自然な手で良くなる、うん、ほら飛車が使いにくいでしょこれ。ほら前が邪魔してて詰まっちゃった、伸びていかないから自分のでやっちゃってますもん。そうですね。だから多分もう一回切り替えるとかしないと、うんうん、切り替えてこうやるとかね、はい、うん、まあこっちもあるんですけどね。これねこういうところなんかね弱いんで気になるんですよね角とかね、うん、ちょっともしこれ出したいってなった時に、まあ、こう動かすじゃないですか、うんうん、はいはい、そしたら今度歩は、あ、いい手ですね。そんな感じ前に、そう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 です、そうです、ですか。そうです、もう使えるようになる。でこれ次の手どこ、あ、そうか、これで取ってもらえるからってことですか。そうですね、取ると飛車で行くなり、ちょっとごめんなさい、ちょっと、うん、もうどうせ取り返す、こういう図とかね、こういう図、うん、ただこうやっても王様が弱いんで、うん、あのいくらでもこれ斜めは相手の強い駒に反撃されちゃう。そうですね、守りきれない。そうですね。でほらこっちはこれだけじゃね攻めきれないから、向こうの反撃はきついからそう簡単に動けないですよ。うん、うん、ボスの2連勝になるんですかねこれ。これはね、うん、もう大体なんかいきなり親っぱな上がられたような感じですね。1万8000円こっちから見たら、このぐらいのか、うん、なんかね取られちゃってんでね、うん、しかしですよ、うん、うん、うん、なんか足りない、うん、なんか角、金打って金上がって角はね手に持ってるんですか、ね、手に持ってるね。いや、あ、わかった、わかった、金上がって金こっち行ったんだ。あ、それでこうやってここに角を角打たれたんですね、うんうんうん、面白い手ですね。この手は、はい、例えばだけれど、ね、この選手こっち行ったの、はい、ってことはこっちを守ろうとしたんだろうけれども、はい、本来やっぱりこっちの方がいいです。大事の方守る、ゴールの方守らない、
この手はちょっと疑問、こっち大丈夫だろうみたいにちょっとそうで、なんか別のこと考えてたんだろうけれども、うん、本来はこっちがいいですね。王様の方に行ってる。これ王様から守りから離れた。そうです。これはね、後でカウンター食らう原因になりますね、うん、今度こっち攻められた時に、そういうことです。そういうことです。まだそういう可能性はないけど、 そういうのに備えてなきゃね、まあまあ、ただここの受けが難しいけど、うん、傷しちゃったから、まあ、ちょっと大丈夫でしょうみたいに思ってるんですかね。そうそう、これね、ここに銀、そこに置くんですか。もうしょうがない、慣られたら負けだ。でこれでもう取りに行く。ただで取れれば逆転するよ、うん、ただで取れれば、うん、でもね、角をねまた 取ってますね。いや、角がここに3枚になってます。角3枚はないよ。3枚っていうか、ここに角はこうですよ。あと1枚、あ、こっち見てればいいね。あれ待ったしてるじゃん。あ、待ったしてるんですか。待ったしてるんだ。角打たなかったんだよ、不評だったから。あ、じゃあ角変えます。角待ったして桂馬跳ねてる、うん、そういうことか。待ったしてる。待ったしてる、ね、形勢のいい方が待ったした。待ったの時は、あの待ったっていうなんか棒かなんか出してほしいですよね。あ、そうですね。今度からこれ次回もね、そういうのでね、このね、桂跳ねたいから、はい、多分これで桂の頭持ったんだろうけど、こうやった方が跳ねやすいんだな、本来な。ここ守るんだらね、こうやって守っておけばいくらで守れてんだけどな、うん、こっち行ってるね。この金こそ私から見たら待ったの対象なんだけどな、うん、あ、どうしたのかな、うん、考えてる。いや、でももうなんてか進んでるよ。今から多分ちょうど達也さん太郎さん、うんうん、あれ、あ、そうか、ここついてこうやってますね。また難しい手言うんですね、うん、あ、こうやりました。ほら、やっぱり使わなきゃね、これね、うん、うん、ただ使う場所はそこでいいかどうか、うん、まあでも仕方ないのかな、うん、これでどう指していいかわからないって言ったら、今言った攻めと守りの役割分担をしっかりさせることだから、はい、今言ったこれがおかしいって言ったでしょ、はい、じゃあこれどうすればいいと思います。戻す、ね、そう守りの方に使ってみてください。さっきね、こうやったとこなんだけど、これを、ああそう、いっぺんに2つは動けないんで、そう、ここだとまあ銀とかあるし、こうついたからここでもいいんだ。これで前守ってるから、うん、これ立派な手、はい、なんか分かんなくなったら、今言った役割分担しっかりできてるか、カッコマのチェック、うん、今飛車寄ったとこだけど、はい、こうやって待つ方がいいかな。うん、うん、早っ、あれ、もういきなりドカンとついたっすね、うんうん、手筋、銀は横に行けないから、こうやってね挟み込もうと、はい、これ桂馬跳ねる手もあるんですね。うん、なんか王の周りからだんだん人がいなくなってますね、こっち。そうですね。だんだんいない。でも見て、こっちの方がなんかちょっとね少ないんで、これ僻地に行っちゃったでしょ。あ、そうです ね。これ相当辛い形、うんうん、ここをどうにか本当はできれば、うん、でこんな僻地の悪い形ができたら、もうこっちもここ攻めなくていい、いない、こっちの方こう攻めればいいんだけど、うん、ここどうするかな。歩打つか桂跳ねるかな。お、鋭いと、歩王様上がりましたけどね、はい、これね取る一手だった。取って、はい、多分ね角とか打ってくる、うん、で斜め難しいけどね、うん、でまあ例えばそうですね、金上がるか歩突くか銀引くか守って、うん、これ取らせた方が良かった。逆にですか。そうです、あの飛車成りたいんですよ、多分いろいろこう突破して、うん、でもこの銀がいなくなるならっていう戦いをすればまだ可能性はあったのね。諦めるってことです。諦めって、この銀がなくなれば、はい、チャンスが生まれるんです。うーん、相手はこういう駒で取ってくれればチャンスが生まれる、はい、実は、うん、だって悪い駒をトレードしてくれるんだもん。使えない選手のトレードになったから、はい、うん、こっちは頑張ればよかったです全部。今それを恐れて王様を上がったんですけど、はい、これで逆にこっちでまたこう傷が増えそうなの。うん、こっちは大事にしすぎちゃったんだ、うん、そう、こっちで飛車を恐れた、相手の飛車の成り込みを恐れたから、うん、
相手ってちょっと弱体化してるんでね今ね、うん、これこっち来てないから攻め時なんですか今じゃあ何かあったら、うん、なんかあったら頑張りどころだったんだけどでもちょっと傷またつけられて傷ちょっと残ったまま、うん、頭の傷は一番痛いんでねでこれ軽くなり捨てられたけど、はいうん、銀で取りましたね、はいうん、だからこういう駒に働きかけてくれると少しずつ難しくなりますよ、うんうん、あ、うん、こっち取った、うん、でこっち取ったでもねこの歩が痛いんだよねちょっとねはい、はい、でも同金、はい、これねでもちょっと差が詰まりましたねこれこっちの番だったら、はい、もう絶対これやれば逆転するっていう手が出てきたのかだからねチャンスがちょっとだいぶ出てきた頭やつけちゃえばほらいきなりすごい傷ができたの分かる相手にそう、うん、で今言っていきなりドカーンともできるし散々つけられた傷を相手にそうしかも相手の頭につけれるからあこっちは横だったでしょ、うん、でも今横の傷もほらもうだんだんちょっと治り気味だけど、うん、ここ打てたら大きいですけどね絶対打たせちゃダメあ打ちましたねだから相手からね、はいはいうん、ここ絶対打たせちゃダメでもこれでこうやるとなんだっけ あんまり得してないですよねさっきの比べて、うんうん、だいぶちょっと寄りが戻った、ね、これはいい勝負あそれで金上がりましただから最初からやって準備しとけばよかった、うん、ちょっと変にいじくって、うん、これがここにあったらまたちょっと違ってたんですかねだいぶ、うん、違ってましたしあとほらこの成り捨てもったいなかったのほら傷が解消したでしょいつの間にかそうですねいなくなっちゃったなっちゃいましたこれよりが戻った。だってほらちょっと増えたでしょ、はい、こういうこれね実は強い駒だからこれうまく使えば勝てるから、ね、これ相手なくなったからなくなっちゃいましたうんこれはもう変ですねあらうん歩を打ったうんまあ難しいところですね本来は傷作るために、はい、もうちょっとこういう手とかを残してここには打たないんだけどねここに打たない方がいいんですか、うん、そう相手の、まあ、傷をもうちょっとねこうとかさ、うんまあ、仮にこうとかさ、はい、こうやってほらちょっと横に効くでしょうん、うん、このぐらいの方が良かったねまあいいや次があるんで、はいうん、まだまだこれはねちょっと長い勝負になるんじゃないかな、うん、だから、うん、で桂馬を跳ねて今つきましたねねはい、お互い王様向かい合ってるでしょこの将棋もそうですね向かい合ってどうですかこちらの勢力関係はさすがにこっちじゃないですかまだあれでもそんなこと微妙だよね、うん、ねちょっとだからいい勝負になってきてますねでもこれねこの子がちょっとここだからうんこれ近いんで危ないんだけど、はい、うん飛車が、うん、でもこれいい勝負ですねうん、うん、これ取る一手なんだ桂馬でこれ頭が急所なんでね、はい、さあここでどう指すのかな、うん、これまた強い手ですね歩打ちました、うん、プロみたいな手ですねこれ今歩を取ったとこなんだけど、はい、もう一回取れって歩打ったんだよわかるいいよさっきこうだったんだ、はい、取ってまた歩打ったのまた取れって面白い手でしょ取るでしょ取れますんで、ね、取ってください傷入っちゃいますよねまたねなんだけれどもこれはね自分を引き込んで巴投げみたいになんだろうねこれね拠点を奪い返すんですこっちも両方じゃあ向いてれば一緒でしょみたいな感じですか両方向かってれば無理うんとねこうやった瞬間に、はい、次はこうやるってことなんだけどあほら自分だけ拠点作っても分かる次絶対こうやるよはいはいはいこれは手筋なんだけどこの局面で成立してるかどうかは分からないけれども、はいねうん、と思ったんだけどね、うん、で今こう取りました、はいうん、でもね普通に金で取ったねこれね、はい、こう金で取りました金で取れましたあ大丈夫大丈夫金で取って激しいですね5五歩普通はね、こう守っといても十分だった。うん。うん、この金が前って攻めてくる分には守りが弱くなるから、うん、全然 OK だったのね。もっと攻めてきていいですよって待ってればよかったんだけど、うん、まあでもこれもいい手かな。これもね、ちょっと急所の金なんだけどね。高山先生から見てて、4人の打ち手って、うん、まあちょっと多分誰がいつ打ってるかわからないから、今ボスチームとかっ
はどういう感じに見えるんですか。攻めの方なんですか、守りの方なんですか。ボスはね、うん、すごいバランスがいいです。バランス型、多分いろいろ手入れてるのはボスの方じゃないこれ。うん、ボスはね、なんかこううまく潜伏するのが得意なんですよね。スナイパーみたいな感じですか。そう後からね、ドカンってくるんだ、はい、こうやっぱりね、手堅いね、しっかりしてるな。しっかりしてんですよ。新井さんチームはじゃあどんな感じですか。新井さんはね、形勢がいいと見たらもう襲いかかりますよっていう感じのタイプですね。攻撃型ですか。新井さんは結構攻撃型前に出てきますね、この角もいいラインなんだけど、構わず金出ましたね。押してますね。押して金で押してるんだけど、押してるんですよねこれ。角慣れるんだ、斜め。あ、これ取れるんだけれども、ここの弱点を一回補強した方がいいと思うんだな。ここの銀は取らない。私は絶対取らないけど、多分取るつもりで打ったのかもしれない。これでも取なんで取らないんですか。なんか取っても、あ、これ悪い駒は取らないって私決めてるんだ。もし取ったら、でも取ったら筆取られちゃう。でもここで取る手もありです。それでも勝ちかもしれない、これが飛車が強くなるんですよ、馬筆取れる、でもこれがこう飛車で取れると、ここまで行くと上の勝ちかな、ボスの、これが強い駒でね。さすがにこう新井さんここまでなんないように打ってきそう、指してきそうですね、あ、でも強い指し方してますね、よいしょ、大丈夫です。ここに一回歩打ちましたね、はい、で取って、でそこで角成りました、大丈夫です。さてこれはどうなってんのかな。これね、やっぱほら王様のそばで飛車取りでね、ちょっと嫌な感じ、なかなか抜け出せないですね。そうですね、銀取りました。よいしょ、銀取ったら同金が普通ですけれど、金で取りましたね。金で取りました。さあこの時の指し手が非常に難しいです。新井さんの取ったやつの並べ方が綺麗な、綺麗っていうかなんか丸い。あ、こっちの。こっちの。あ、リーパイがね、リーゴマが。あ、打ちましたね。ここに打ったんですけどね。はい、まあ、こっちもあるんですけど、どうせ離れちゃうんですよね。でね、攻めがなかなかないんだよね。ここ控えて打ったってのは多分銀を打つ意味だと思うんですけれども、果たしてそれで間に合うのかな。という感じですね。どうですかこの王様の守り駒は、ね、どれ、この金守ってますか、この金守ってますかって変ですよね。ね、そこの金とこの金似たようなものだけれども、はい、なんかこっちの方が逃げた時しっかりしてる、なんか王様どこにでも逃げやすそうですよね。そうこっちはちょっとじゃあ逃げづらい、こう悪い形って言ったのは、逃げても詰まってるから、だから悪い形はほぐさないというのを残しといて、こっちはこういくらでも逃げれますからね、はい、あとね、こっちに手をかけないってことですか。そうです。でもこっちとこの辺で戦っていこう。そうここだけでいいです。あと駒が足んなくなったら、はい、七駒っていっていつもね取れるんですよ。一枚なんか欲しいと思ったらその瞬間バッサリ取って、飛車は取られるけどその間に仕上げちゃうっていうことができるから、もうねこれはね取らなくていい、攻めなくていいんですけどね。なんか考えてますね。桂馬跳ねて、桂馬跳ねて銀と。もうなんか歩とか打って、なんかもうなんか詰みそうなんですけどね。いろいろとね。これは厳しいのかな。あ、歩打ちましたね。打ちました。これ攻めは強いですね。攻めがね。同桂と取りましたけど。
ボスが打ってるのに攻めは強くて、うん、攻め強いです、ええ、だからもうこう勝ってるって思ってんじゃないですか、うん、これこう取ると飛車取れるじゃないですか、はい、で銀も取れるじゃないですか、はい、銀も取れるじゃないですか、うん、それと持ち駒が飛車角金銀銀桂みたいな感じだからこう王手したら詰むみたいな、ね、手順の組み合わせがこれはでも詰みってのは何やっても受けがないから詰みなんです。これ例えばね全部もう助けてくれって逃げ出すことはできるけど、はい、それじゃもう勝ち目がないから、はい、これはもう取る一手なんですけども、なんか一人待ちみたいな、そうさっきと同じ感じになってきましたね。でもね、だんだん丸裸にされてる。でも将棋ってどの将棋でもプロでもそうだけど負けるときはこういうふうにこんな感じになっちゃうんですか、ね、そうしょうがないんですよ。だってめちゃくちゃがんじがらめなところは負けるわけないでしょ、うん、負けるときって何かしらこうだんだんね、傷がね広がって気がついたら負けちゃうんで、うわこれ厳しい金たんですけど、これはね飛車をタダで取ろうっていう手ですね、うん、なんてひどいことをするんだこれはひどいですね。でもまあそういうものなんですよね。もうでも待ったする場所がないから待ったしてますけど、はい、シャトルで取られるからって待ったしてる場合じゃないんですよね、はい、もうね待ったしていろいろ戻どこまで戻せばいいんだってことになるからねこうでしょ、はい、自分が待ったするんじゃなくて相手にこの手は指すなって言うしかないんですよね。厳しすぎるんだね、ね、歩指さしてますけど、はい、この歩打つんじゃないって言われてもうん、で歩のやり取りしてますけどね。大爆笑してますね、向こうのチーム、うん、この歩がね、もう決め手に近いぐらい厳しい手なんですよ、はい、だから、ね、歩が一番強いんですよ、うん、歩をうまく使う人が一番強いんでね、この歩が一番痛いんだな、うん、でここで待っていろいろ待ったりして戻してここで考えてもちょっと勝てないですね、はい、うん、歩に考え込むようじゃほらやっぱり勝ちにくいって分かりますよね、うん、ね歩が強いんだもん。でこっちはほら歩がうまく使えてないから、うん、なかなか攻めの枚数が増えないんね、うん、選手が増えないから、ね、すごいですね。歩1枚攻めただけで本当にそうです本当に大変、大変。例えばこの歩がまだこの辺だったら歩打てないとまずどうしようかなと、まあでも離して角打つようなね手があるんで、うん、それでもダメなんだけど、これ逃げてもね、うん、逃げてもきついですね。角打っても取れるしな。聞こえてるから向こうに、うん、で先に王手。でもこういうのを放置したまま王手しても相手の駒が増えるだけになっちゃうんでね、うん、で同玉、うん、でまた銀打ちました、うん、で何で桂馬を取ろうってことか。でもこれ歩で飛車取られたらついですね、うんうん、厳しいぞ、うん、この方がねもうほんときつい手だったから、うん、傷をつけるのが上手でしたね。そういうことです。こっからね、詰んだんじゃないかな、飛車取って。多分詰みだと思うんだけどな。はい。あ、はい。うん。ここに斜めで王手したら多分形は詰んでますけどね。順番合ってますこれ。ええ、飛車角金銀。あ、順番強い駒から飛車から先。あ、飛車が一番強い。はい、ええ、そうです。飛車角金銀。ええ、これ銀と王手したら詰みじゃないかな。うんうん。うん、ですかね。そうですね、手数は長いけどこの隅っこまで行ってあの捕まって多分ダメなの。でも他の手でもいいんですけどね。他の手だともっとこれいっぱい駒取られてすごい嫌な思いしちゃうんですね、うん、こっちがね、うん、だってあのもうこれ見てください。市民が2人の3人か4人だと思ったら狼5人ぐらいんだもんだってこれすごいですよね、うん、市民4人で狼5人とか言われてまだ勝負って言われてもダメでしょ。ルール的にもう勝ちようがない、ね、あ、うん、でほら、ま、うん、でこうやって逃げるたびに市民が減っていくんだよ。だってさ、そうです、ね、で市民が1人減るたびに狼が1人増えるんだから、まあこれ飛車打ってね、
前ですね、うん、痛いんだけど水鉄砲と銃で戦ってるみたいな。いやね、だからね、それでこう、うん、まあ罪ですね、はい、うん、どうやって詰まそうかな、うん、参ったするんじゃないんですか、まあ、参ったはしないんですか、うん、いや参ったしなきゃダメですよ、うん、じゃあありがとうございます。あ、参ったしたっぽいです。参ったした、はい、万歳してます、うんうん。はい、対局終わりました。最初でもね結構いい勝負だったんだけど、やっぱり ね、 ね傷がね、はい、あそこね逃げないで取ればよかったんだけどな。実は最初、うん、あの最初のやり取りでちょっと騙されましたね、ボスに誰かがね、あの角交換して銀ってあのね前戻るんですけど、ポイントはちょっとあそこかな、戻してみようと、うん、あ、いいですよ、ちょっと直すから、はい、うん、ボード押さえておきます。はい、抑えられてないですね。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。ここだよね。ここね、よくね似たような形もあるんだよね。うん、プロでもある局面、ね。それはね、今プレイヤーに教えた方がいいんだけどね。ここで解説するよりね。あ、でも後からわかるか。後から多分これ放送見れるんで。ねねねうん、はい、うんうん。ターンに取って角もあったんですけど、はい、ポイントはね、ここで取ったのね。これがね、ボスのなんかうまいところなの、はい、こうやってわざと取って、はい、銀で取って、で普通はこうでも角打つんですけど、はい、じーっと銀上がった。これね、あの五金中飛車とか類似形でよくあるんですよ、はい、うん、で銀上がった時大体ね飛車引く行ってない、うん、まあ大体ね、うん、でここでこうやって、はい、で逃げたら傷になっちゃったわけじゃない、はい、傷にもなるし飛車の働きに差が出てきちゃったのね。相手の人はこっち来ちゃったんで、今こうやってこれはね、ここは多分取るんじゃないかなと。取った方がいい、取った方が、うん、取れるんならだって得でしょ。そうです、うん、で多分角を打ちますね、はい、でこれ逃げると取られ返した上に角がほら今強い駒になっちゃうから、ここはここで強気に打ち返して、で本来銀がいなければこっち取れるんだ、うん、なのにこっち取らなきゃいけない、うん、で歩で取って、でまたね角が打ってこう打てるっていう斜め銀と香の両取りだけど、うん、交換しただけですね。そうですね、ええ、これね場合によってもまあまあいろんな手があるんだけど、まあこれ一番確実で、これでね優勢だった、こっちがこっちが、うん、だったんでね、この歩をね逃げたのがちょっと序盤の一つのポイントでしたね、うん、うん、で逃げてさ、この後うまかったね、銀でね、ね金で、はい、傷の解消とか言うならね、ここで取りに行くとかならもっと解消なんだけど、はい、でもこれやっても角打ち返されて同じかな、うんうん、でこうやったんだけどね、はい、うん、これはねここに歩を打って角打ちを見せながら取ろうとしたんじゃないのかな、うんうん、取り切れなかった、取り切れなかったと思うね、うんうん、難しいですね、うん、でもこれなんかこう伸び伸び相手がしてるのにこれね、ねちっちゃくもう手詰まり詰まっちゃってますね、道が、そうなんですよ、うん、本来はこうやって相手の薄いこっちの方にこうやっといいんだけどね、だからここもこだわんなきゃよかった、すごいちょっとこだわっちゃったんです、そう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 、でも最後結局捨ててましたもんね、そうそうそう、あ、お疲れ様、あ、お疲れ様です。いやどうでした、うん、どうぞ、ま、真ん中に、あ、いえ、ありがとうございます、すいません、ちょっとじゃあお邪魔します、先生ありがとうございます、序盤のね解説をしてたんですけれども、はい、どうぞ、うんうんうん、はい、あれボスだっけ、角交換して銀上がったの、角交換して銀上がったの太郎さんじゃないですかね、太郎さん、あ、いや太郎さんなかなかの手で、はい、でこうやって、あ、ごめんね、この歩打ったの取ればよかった、取ればよかった、なんか待ったしてますんでした、どっか誰か、飛車を引くところで待ったしたんですよ、飛車を引く一手だから、うん、飛車を引く手に待ったしてもいい手はないんですよ、あ、実はだって何かあったら角打ちと角打ちを受けるのは飛車引きしかないんで、うん、そうですね、どうぞ、うん、これとこれを同時に受けないといけないんですよ、ね、同時にね、だからこの局面は飛車引きしかないんで、うん、で、ね、で歩打たれたのを見て待ったしちゃダメだった、でここを強く取っとけばよかった、取っちゃう、そうです、これはどうですか、で打ってみてください、あ、こんないるでしょ、あ、ここにいるじゃないですかでしょ、あ、あ、落ちてるんですよ、あ、落ちてる、悪い場所に、そうそう、普通の形と違うんで、あ、じゃあここに打ち返せばいいんだ、そう、あ、成立してないじゃないですか、本当だ、
いやあとね、あとこんな手だってまだありますからね。例えばね、いろいろね絡みがあるから。はー、例えばだけど、あ、そっか、あ、受けるとこれ。そう、あ、例えばだけれども、まあまあまあ、はーはーはー、まあいろいろ何とにもでこれ取ってみて、取って合格。あー、なるほどなるほど、あっと、すいません、はい、すいません。で合格ってください。で、うん、これも角合わせればどうってことなかった。いや、相手の角に、ね、相手の角に角ってこうですか。あー、全然なんでもない、本当だ、うんうん、だから全部受かってるんだ。あー、ね、そっか、うんうん、そんな遠くから、さん遠くから待ったの使いどころ完全に間違ってたみたいですね、うんうん、ここに歩打たれたら取れたみたいです。取る一手だったんですね。どうですか、うん、あの最初にこういったこう待ったしちゃダメですね。取る一手だったんでね、この歩取る一手だったんでね、うん、あ、ごめんなさい、はい、やって逃げると飛車の働きに差が出ちゃったでしょ、これで、はいはいはい、だと苦しいんですよ。あ、逃げた手がダメだったのか、取って角打たれてまずいと思わずに打ち返せばよかった。これが浮いてるから全然これでいけた。今日だから角には角って一つ覚えておくといいかもしれないです。あ、なるほど、読みのヒントにはなるです。角には角、合わせの角っていう手筋が常にあるんで、これ角打って取れない、取られちゃうから取るってでしょ。取ってまた5五角に、ほら、角には角、合わせの角ってこう打ち返せば両方受かるです。取り返せるから、こっちを取ったら取りますよと。取るじゃないですか、取るじゃないですか、はい、を、ええ、そして下に取られちゃうじゃないですか。はい、あ、そうかそうか、そうか、でもどちらがいいですか、飛車と、ええ、いや例えばもう一回やってみましょう。これ取って、あ、はい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 、で例えばまた合格打てますよ。例えばまた打ってみましょうか、角打って。でもこっちだってね、あの取り負けてないですもんね。うーん、ね、でこっち角なったとしてもどうですか、飛車の方が強そうですよね、ね、これだとね、はー、ね、まあまあ銀ぐらい打っとけば、まあそんなになんかだいぶ勝ちそうですね、これ。馬も2つできてますけどね、でもこっちの竜の利きの方が強いから、うーん、あー、もう全然、この歩打たれた時に縛ったってなったじゃないですか。全然縛ってなかったんですね、ね、なんか毒もらえたような ね感じだったんでしょうけど。あ、そうか、ここの銀が打ってるからね。はあ、全然、はあ、だから本来は、はい、だから直ちに角を打った方が良かった。そうですよね、そのつもりだったんですよね、うん、いや、こうなりそうかなと思ってたんですけど、うん、これに2歩を引いたら2歩か。ああ、そうですね、そういうことですね。これ取り合いはね、頑張れるからいいから引いて、ね、2歩、そうですね、ここっすか。そうですね、叩いてもいいですし、垂らして鳴りを狙って、この周りがこう気持ちいいから、うんうんうん、周り気持ちいいから、あ、はいはいはい、これきついですね、こっちよりもこっちの方がかっこいいですよね、うん、いいですね、うん、っていうね、っていうのもある。これね、歩習えちゃうし、うん、守ったとして、まあ回っとけばかな、うん、例えばでもまだこうやって角打ち狙いとかね、銀の位置がね、あ、この銀の位置がとても良くないんですね。いやいや、でも分かんないですけど、こうやれば大丈夫か。失礼します、はい、あの、3戦目することがアンケートで決まったので。あ、そうなんですか、はい、あ、ありがとうございます、まあ、はい、はい、あちらの対局室の方に移動していただいても、はい、チームはもう最後は決まってますよ、ね、最後の組み合わせは誰だ、なるほど、太郎さんとボスと、はい、そっか、あ、皆さんありがとうございました。はい、でしゃばり洗いって書かれちゃった、そんなことないです。一個一個角には角って覚えておけば、あ、ありがとうございます、はい、ええ、いや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 、はい、なるほど。それではちょっと対局室の方に私移動して、はい、振り駒、あの、なんか、はい、なんかすごいの出してくださいよ、50とか40みたいな。50、あの駒はこう立ちやすいから、あ、 50って全部全部立てるみたいな。 そうでも最初立って立って、なんかちょうど、うん、合言とか出ました、奇跡的に。最初の時でしょ、最初の時、2回目はもう綺麗に平ってなりました、うんうん、はい、見てました。だから、あの駒は周り将棋に向いてますよね。行きますか、はい、ちょっと行ってきます、はい、読んでます。残りの、はい、残ってます、はいはい、ボスと達也さん、達也さん、
で、私と太郎さんです。これで達也さん、ほんま勝ちましょう。まあ、僕の3連勝もかかってますし、達也さんも全敗はまずい。まずいですね。3連敗かかってください。3連敗。そういうふうにしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。太郎さん、じゃあ座ってください。これから？いっす、いっす。どっちからします？わかりました。一瞬でも、太郎さんの作戦に合わせるで大丈夫です。はい。先手来い。あ、これ ね、これ数えないらしいんで。あ、先手、はい、わかりました。どっちが先手ですか？はい、僕が先手。はい。先手の方がやっぱ得なんですか？いや、まあ、とりあえず形は無理やり。じゃあ、あの、画面が切り替わったら、はい、スタートしてください。はい。か、まあ、ちょっと、ちょっと、もしかしたら言いにくいかもしれないけど。はい。まあ、切り替わった。先手番の人はこっち側に座るような形の方がいいんですけどね。あ、今ちょうどそうなってますね。こっちが。じゃあじゃあ。先手番で。はい。はい、この名前がこっちなんで。そうすると達也さんが先手です。あ、最後の組み合わせですね。はい、これ負けた人罰ゲームとかあんのまさか。いや、今回はさすがにそうだよね、チーム戦だしね。いや、チーム戦っていうかさすがにそうです。そうですね、また多分達也さんにはハンデが3つついてると思うので、うんうんうん、はい、始まりました。でも本当楽しそうに将棋やってますよね。いや、すごい楽しそう。羨ましいな。うーん、なんてこと。うん、ボスと達也さん、そうか、新井さんが振り飛車でボスが居飛車なのかな。そうです。あと今回、うん、あの引きの画面しか映ってないので、はい、この視聴者はここだけしか見れないですよね、木版が。あ、本当。じゃあちゃんとちゃんとこっちが見て進行しなきゃいけないですね。今こんな感じで映ってます。あ、了解しました。はい。はい、うん、序盤だとあんまりそんなに差とか、うん、大丈夫、全然、うん。あとね、だからちゃんとね、チーム戦としてね、はい、こうやってれば、ね、で、あとペアはペアでいろいろね、事前に作戦をね、こう練っとけばね、はい、いいんですけどね、うん、歩が2の5、はい、そうですね、囲碁だとそうなるんですよ。囲碁だと2の5と、将棋だと脳を入れずに2、5っていう。あ、そうなんですか。囲碁だと 19×19 だから、はい、10の12とか。知らなかった。2、2、5。将棋はそう、2、5っていう。 2、5、うんうん、2の5じゃないんですよね。将棋はね、なんででしょうね、私もよくわからないんだけど。少ないからですかね、囲碁と違って。そうかもしれないですね。確認しなくてもあんまりいいのかな。お、こうなんかちょっと今とは出だしが違いますね。そうですね、覚悟。これもプロでもよくある場面ですね。そこでね、うん、これはね、いろんな指し方があるから、うん、どうなんだろう。これはいわゆる最新形、この辺動かさないですね。まだね、動かす前に相手の作戦を聞いてるんですよ、これ。ここで銀上がる手もあるし、はい、あのね、飛車振る人が好きな人はまた好きなとこ回っちゃう。まあ仮にこう回る人とかもいるし、はい、うん、これでまた違う将棋になるっす。うん、相手の手見てか、例えばこういうことやると相飛車で角交換の将棋ってなるんですけどね。振り飛車もじっと止めましたね、うんうん、これはもうゆっくりした展開になりますね。4四歩です。で、普通はこう、こういです。4八銀。あ、最後にそのあれを言うんですね、駒の、駒の名前言わないと。そうです、そうです。いいんですね。じゃあ、じゃあこれは5八金、うん、どっち、え、どっちの金、こうかわかんないと、ほら右5八金、うん、そうです、5八金右となる。そう、5八金最後に右。そうあ、そうか、2枚あるやつとか。そうなんですよ、どっち右か左かもね。歩の場合はでもいっぱいあるじゃないですか。はいっぱいあるけど、別に
こうとか反則だからならないでしょ、打つとか、え、例えばこういうところで、はい、77K、はい、この場合は飛んだのか打ったのかわからないっていう、はい、あ、その場合はだから打つってちゃんとそのまま打ちましたよってやるんですけどね、はいはい、うん、あ、でもこれは、うん、じっくり、ほらさっきの格好感とか激しかったでしょ、はい、それを避けたということで、もうちょっと駒組みが進みますね、これでね、ほら自由度がだいぶ高いでしょ、そうです、うん、あとほら角打ちが隙がないからお互い、うん、ね、さっき傷ね、傷が痛かったけど、これはまだ傷ができよう、できそうにないから、うん、私は振りそうですね、うん、内さんが振り飛車党かな、4三銀、はい、でも初めて将棋見て、はい、この符号を言えるようになったら大変なことですよ、はい、これ普通初段ぐらいの力がないとすんなり言えないんですよ、だから上田さんすごいですよ、ありがとうございます、符号からこうやってしっかり覚えるなんてなかなかないから、これも4三右でいいんですよね、あ、もうどこにも仲間いないから大丈夫です、これをちゃんと記録用紙に書けば音楽と同じように再現できるんですよ、うん、寄付、で考えてますね、これだと1曲目の出だしに似てますよね、この形ってのは、はい、こう伸びてきた時に強いんですよ、2枚でこっち守ってるでしょしっかり、はい、この飛車をガードしてる感じがするじゃないですか、はいはい、だからこのこれの弱点はこっちに展開して横からこうやって1曲目みたいに攻められた時にちょっとほら守りとして活躍できてなかったでしょ、これは矢倉囲いって言って、で、こう上に体勢がある格好なんですよね、だからこうやってきたり相手がこうやってきた時とかにこう守ってる形なんで、これは、ね、相手がねシャフル場合はまだちょっと詐欺なんですけど、うん、難しい手ですね、こっちからもし攻めてきてくれないともうあまり意味がない形になる、あまり意味あるんですけど他の形の選択もあったから、これに必ずしもこの形にする必要はなかったってことです、ただ他のことやれば玉頭位取りって言っていろいろ進化しますけどね、相手の玉に、これ昔流行った戦法ですね、今は将棋の手でも昔流行ったってとか今流行りのってとかあります、今流行ってんのが、はい、私の大嫌いな穴熊って知ってる、穴あ知らないで、今日穴熊ってほらこんなの知ってる、あこういうポコって真ん中がいた、ここ穴熊、あさっきやってたやつですか、熊これなんで熊っていうの、熊が冬眠してるような穴、いやよくわかんないけど、これ穴熊の手順が難しいんだけど、はい、でも王様と王様で、はい、王様がいきなりピョンピョンって行って、はい、これ飛車があっち行った時とかね、はい、角上がって、はい、わざわざこうやってこうホラー穴作って、はい、こうやってで蓋してさ、はい、でみんなで守っとけってこうやって寄せてこんなこと、これが今流行りなんですか、うん、まあ流行りだね、うん、だって王手かかんないんだもん、そうですね、うん、でも2人ともそうやっちゃったらちょっとずつどうにかして攻めていくみたいになってくる、そうですそうですそうです、今日穴熊の将棋そういえばなかったな、そうですね、うん、まだね、うんうん、戻しちゃいますか、戻しますね、うん、待って待って金の金のこれとこ、うん、よいしょよいしょ、うん、お飛車こっち行きます、返しこれさっき三間飛車って言ったじゃないですか、はい、これ四間飛車って言ったじゃないですか、はい、これ真ん中中飛車って言ったじゃないですか、はい、これ何飛車でしょうね、これ何飛車、三間飛車四間飛車でこれね二間とは言わないんですよ、飛車が向かい合ってるから向かい飛車っていう、うん、うん、これがこっちにずれててもずれても相手は向かい合ってきたから向かい飛車、スタートの時点で向かってるから向かい飛車、そうなんですよ、なんかおしゃれですね、なんかねおしゃれてますね、そうなんですよ、1のところは普通に1飛車はあんまりないんですけど、一間飛車かな、うん、あ一間飛車、一間飛車っていうんですかね、また端歩、はい、うん、王様がこっちに行ってるじゃないですか、はい、例えばだからこの端歩はまだ早いんですよ、うん、なぜならほら今言った攻めと守りの役割分担において
この歩がすごい不透明だから曖昧でしょ。まだこの選手はまだそれよりもっと重要なことがまだいろいろあるんで、例えばこれに対してこうやって守りを固めるということになると、この一手と一手との交換はこっちで下が損してます。向こうは役割をしっかりしてることやってるのに、こっちはボケたことやると、守れに行くか攻めに行くはっきり決めてから歩を動かした方がいいってことですか。そうです、そうです。一手一手に意味があるわけですから、うん、フラフラしててダメみたいな、フラフラしてると負けちゃう。そうです、こうやってこうやってこう、はい、うん、これは意味がすごい高いんです。価値が王様の方でしょ、はい、うん、仮にこの手に変えて、はい、ね、こうやられたらどうなりますかってなると、傷をつけられる、傷、今度はね、まだ傷じゃないんだけれども、はい、傷じゃ向こう側のこうさっきと同じ格好にしたら、ほらなんかスペースが広くない、はい、逃げ道でもなんかいっぱい増えてて、でほらこれとこれだと広さが違う、違いますね、うん、だからね、うん、でこういういろんな大事なことがあるのに、この一手はどうだったんでしょうねってなるかもしれないですね。役割をね、しっかりせっかく先手と取ってもまた、ね、そうそうそう、一手ぐらい無駄にして、そうなんですよ、後回しでも済んでるわけですもんね、うん、まあでもね、これからです ね、うん、ね、最後ほら相手もこうやってやってくれれば、はい、挨拶してくれればお互いこう手の感じ同じになるから、そうですね、だからこうやった時にこれやってるとぬるいって言われちゃう、うん、甘い、甘いか、ぬるいってか甘い、これよりももっと大事な手が、でこうやってこうやるっていうのは相当特殊なパターンの時ですね、この2手に価値があるかどうかわからないでしょ、まだそこまでたどり着けない、うん、私の頭では、要するにあまりいい手じゃないから難しいってことです、うん、もっとシンプルに攻めか守りかもっと大事なところから入んないと、うん、いけないよと。こうやって4八銀とね、うん、端もついたらね、うん、さっきほら棒銀でちょっとねうまくいかなかったんで、うん、ちょっと切り替えてる場合もありますね、でもね、チーム組み合わせが変わっちゃってるんで、チームの組み合わせ、なるほど、ね、多分またボスの思考がこっちにも入ってきてるんだろうな、なるほど、じゃあこれはね、こっちは新井さんの思考が加わった感じですかね、前回のと比べると、こうやってこうやるの私好きなんだけどね、玉頭フライドリって言って、さっきのよりパワーアップして相手に好きな感じちょっと組み合わせないって、これはこれで難しいですけど、まあこんななんてもさせないから、うん、自分でこう5列使ってるから相手は使えない、そうそう、すごい狭くなるでしょ相手のスペースが、うん、まあ、でもこれも立派な手ですね、5四歩4八銀1四歩ですね、これ受けてくれたのね。で三六歩と、うん。高野さんからしたら優しい手、優しい。ああでももう結構ねいい手で作れたから、はい、うん、満足してつく場合もあるんでしょうけどね。はい、私ならどうだろう。つくか金か。ちょっとこっち側維持。あるいはもうこうやって動いていくか。はい、うん、ですかね。例えばだけど。この歩を見て、うん、もう戦いにしちゃおうかって感じですけどね、うん、でこれ今ついたとこですね、はい、うーん、銀が動きましたね、金上がって銀上がったのか、こうですね、はい、あでもこれは、うん、難しい、いい将棋ですね、うん、私こうやって昔ね加藤一二三先生って人に任されたんですよ、はい、振り飛車なのに矢倉、はい、こうやってしっかり組んで、はい、しっかり組んでこれって3七銀戦法、矢倉3七銀っていう戦法があるんですけど、はい、それはねお互い矢倉でやった時なんですけどね、はい、これでもね硬かったですよ王様、これね受けがちょっと分かんなかったの棒銀戦法、ここまでいくとね難しいですね、はい、今はね王様まだここでちょっとねまだ不安定だからね、どうなるか、さっきみたいに飛車で横から攻められてたらね、危ないんでね、あでもこれいい手ですね、戻すのがですか、あそう戻った感じがするでしょう、はい、角って斜めでしょ、はい、斜めのラインここ、あそっか、ね、こっち鋭いっすね、いけるのか、そうそうそう、ラインを切り替えてる、
で、あとこういくでしょ、ね、こういろんなね斜めのラインをこういっぱい作ろうとしてる。こっちの側もこっちもこっちも、まあ、こっちは自分のそうそうそう、このね斜めのラインっていうのはなかなか準備しないと作れないんですよ。だからねこれねカックってコマ、これうまく使うにはちょっとコツがいるんですけど、あとはねこうやって別にこっちからのラインとかもあるんですけど、うん、これはねなかなかいい手ですね。でほら角の頭って弱点だから、はい、これあらかじめかわしてるって意味がある。かわしてる、かわしてる、角の頭を攻められてかわして、うんうん、でこれを逆に応援によこすと、うん、いうことになる、ね、こうすると受け切れて、ほらシャドー角がこう強くまで縦と斜めでね受け切れるんでね、この引いた手はとってもいい手です、ね、うん、誰がしたんだろう。誰がしたんだろう。新井さんかな。新井さんがいい手したん。新井さんが多分今、うん、松屋さんも、うん、あ、うん、角引いて銀上がったんだね、うん、でも聞いたのか、ね、うん、これも立派な手ですね、うん、角では今消えたんだけど、はい、こうやって自玉の整備になる、はい、うん、でまたこうやればまたラインができるんだけどね、うん、うん、本格派ですね、これでね、うん、でね、ここは私なら、うん、もう突いときたいな、こうやって、うん、もう全部歩が並んじゃうんだけど、お互い、はい、うん、こっちだけ銀のね、出ていけるところが両方あるから、うん、まあ難しいんですけどね、もうちょっと王様整備した方がいいってこと。このままだと、相手の王様硬いんだ、しっかりお城に入ってるのに、はい、こっちの王様お城からまだはみ出て、うん、うん、もうちょっとこう入れば、うん、あと普通だとね、はい、これね逆の形もあるんだけど、わかる、うん、この方が硬いんだけどね、上からも下からも、そうそう横からも、うん、なんですけどね、うん、難しいとこですね。これだと上には強いけど、うん、横に弱いから、あ、あでも、うん、うん、ついて、手数がまた合わなくなっちゃう、ね、なんで角また戻ったの、ここに今戻しましたね、今戻したの、今戻しました。ボスが戻したのえ、あれ違う、ボスじゃない、新井さんと太郎さんでしょ、どっちが戻したんだろう、なんで言ってずれるんだろうな、うん、で角上がったの、うん、今いい、これ攻めの手なんです、はい、これ守りの手なんです、はい、どっちかに専念した方が良かったです。今攻めと守りが中途半端になって先にここで5五歩って突かれた、うんうん、この5五歩でこの角がいいラインになってくる、うん、私最初からそう言ってたんだけどね、で、うん、どっちつかずになっちゃってる、そういうことです、ここ出なければ、はい、飛車取りとかに来ないんだけど、あ、うん、こうやってねこうなった時に反撃は効くんだけど、はい、これまた銀戻るの今度尺だからね、はい、うん、斜めが強くなってくるんです、うん、でほらさっきもそうだったけどこの角がちゃんとね対抗で頑張ってないといけないんだけどな、うん、こう、うん、取りましたね、あー、分かった、これの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 、ん、今金上がったんじゃないの、取らないでじっと、ちょっとシャレた手ですね、いつでも取れるって、うん、守れないからな、守ると疲れちゃうからな、うん、なんか、ん、今2連勝してるのは誰、今2連勝してるのはと今3戦目なんで2連勝してるのが、うん、達也さんと組んでない人ね、ボスが2連勝ですかね、ボスだけが達也さん2連敗してるんで、なるほど、はい、うんうんうん、じゃあ今回あれ今回あれ、じゃあ達也さんが3連敗するかボスが3連勝するかみたいなことになってるの、そうですそうです、そういうことですか。そういうことです。
王様寄ってついて銀上がって守りましたか。はい、でもこれはね疲れていつでも取れる、ね、うん、これ見てください。やっぱりほら王様向かい合ってるこっちの勢力ね。でさっきも言ってたけど、そうでしょ。でこの銀と銀の働きに差が出てくるって言ったでしょ、うん、はい、今回も中央で戦いが起きれば、はい、これが置いてけぼりになっちゃう、うん、ちょっともうそうすると攻めと守りから離れた存在になると負ける原因になっちゃう、うん、これ棒銀戦法って言うんですけど、棒銀が立ち往生したら負けるって言われてるんでね。で銀ってどう動けるんですか。銀は斜め1個ずつ、あ前は全部3ついけます。この場合で言うとこことこことここ斜め、この斜めに前に移動させた方がいい。そう、銀はねこうやって今度中央に来れば、ちょっと近いところに一緒にいた方がいいぐらい。そんな感じですね。本来こうやってねこうやって、うん、あのもっと前線に出て戦うんだけど、はい、ここに今邪魔でしょ、歩が。そうですね、だから今こうやって間に合わないかもしれないね、こうやられて、はい、うん、あれでもこうやったんだ、ここを取りって。でも間に合うかもしれないです、今度こうやったから。あ、うん、どっちが早いか、こう取りました、はい、うん、はい、あれこれはねいい勝負になってきたな。当然こう取るんですよ、はい、うん、これいい勝負だな。これボスが良くなったんだね、こっちが。これね絶対取んなきゃダメよ。で角かわすんですけど、あ取りました、うん、でねこれ角かわすんですけど、はい、ここでほら銀が出ると角の利きがあるから、はい、逃げるとこの銀がただ、うん、どっちを捨てるかみたいになるじゃん。そうなっちゃう、だからボスが優勢になったね、うん、うん、現状はここなんですけど筆取られちゃダメでしょ、うんうんうん、でもここ以外の逃げる場所はこれがただで取られちゃうので、はい、今ぶつかってるとこだから、うん、うん、で角逃げました。もうこれねこうやれば、うん、こうやれば角が取れそうだから優勢なんだね、はい、悩んでますね。もっと前に待ったしないとこれはもう取り戻せませんよ、ここまで行くと。これまだ、うん、まだやってないですよ、まだやってないですよね、うんうん、今現在こんな形になってます。銀上がればよかったんですけど銀引きました、はい、銀引いちゃいましたか。むむ、ボス銀引きました。今度は例えば次に銀出ても逃げれるんですよ、はい、さっきはこれぶつかり合ってからあったから逃げれなかったんだけど、はい、これはねあの今度はね振り飛車の方にいろんな手段がありますね、ええ、どうなんだろう。でもね難しいですけどね、うん、それでも寄るのかこう突くのはちょっと、うん、桂馬跳ねましたね、うん、この桂馬足が速いんですよ、はい、今言ったほら二段飛びしてるでしょ、普通の駒より速いでしょ、なんか変な動きしました、ね、変な、そうですよね、なんででしょ。これが最初ね覚えるの大変なんですよ桂馬、はい、こことここに行ける、ここはいけないんです、そこはいけない、他はいけない、変な、こことここに行けるだけ、そうそうそう、後ろ2つはいけない、どこもいけない、ここだけですか、そうそう、変な駒でしょ、変なの動いちゃったんですね、じゃあなんかもうちょっと斜め前を占領されると全く身動きが取れなくなっちゃうみたいな駒、うん、だから例えばここに桂馬が来ると王手になるんだけれども、はい、こういうことされたら絶対逃げるしかできないでしょ、はい、他の駒なら受けあんのに桂馬って一番強い、王手されたら誰でも逃げるしかないから、はいはいはい、だからねここを守ってても、ちょっとここに入られちゃったらみたいな、だこの桂馬次またねぶっ飛んでくるわけだ、ちょっと癖がある感じなんですね。そうですね。で銀取りでしょ、はい、銀上げないよってどっか逃げると今度こうやってね桂馬こうほら今言ったなこことここ、はいはいはい、でこう歩が強い駒だから、はい、これ逃げた瞬間もう全部おかしくなっちゃう、この2枚の組み合わせで、だから怖い、うん、あ、ごめんなさい、だからなんだろうこれね足の速く、ただし守りが弱くなります、はい、その分これどうやるのかな、結構難しいんだけどな、なんだ待ったをしたのかな、ずっとこっち見てたね、ちょっとどうなっちゃったか分かんなくなる、ついたんだな、ついて突き捨てがなんか鋭い手ですね、うん、これはね銀出を消したっていう手か、鋭い手ですね、
なんかプロみたいなことやってますね。豆腐で今言った風叩いた。誰かですかね今。新井さんですかね。プロみたいなことやったっすね。新井さん。新井さんがやったのかな上なんで。ほう今のは難しいやり取りだったな。うん。うん、これね黙ってこれね使わなきゃ今言った残っちゃったらダメなんですよ。はい、だから使えばよかったのに先にこれやって突き捨ててから進もうとした。うんうん、でもそれを許さないと先にこうやってたんですね。うん。うん、で取って。で待ったんですか。待ったと。これで金引いてますね。出ました。これはねちょっと一発こう有効打が入っちゃったんですね。パンチが、次裏に向けたら下側裏にもありますし、これで要するにこの角を動けなくしたような感じします、ね、さっきまでいろいろ動けそうだったのに、こっちのジャケットにつけて、こっち、ごめん、これでね、で止まっちゃったからな。今新井さんの番です。あ、待ったしてる。待ったしてますね。待ったしてる。待った。パンチが効いてたのをこっちで取ったんですね。うん。これもねパンチ入ってるんですけどね。これもパンチ。いやだからパンチを引いて受けるか前で受け止めるかの差でしたね。この後角どこ行くんだろうな。うん、これでも困ってますか。うん。今だとボス達也チームがちょっと不利な感じですか。いやまだまだいい勝負ですね。まだまだいい勝負ですか。これはまだまだ全然いい勝負ですけど。さすがにね、達也さん3連敗はちょっと伸びなくない。そうですよね。ね、これだって取って同角は立派な形だもんな。うん。うん、取った。銀取った。銀と桂馬の交換はいい勝負ですね。五分かな。うん。だからそんなにね、後手がうまくやってるわけじゃないですまだまだ。角はほら使えそうになってきた。本当ですね。ちょっと生き生きしそうなライン。だいぶ良くなってきた。これどけってやったらほら逃げた瞬間に取って取ってってできた。あとさっきもそうなんですけど、はい、この歩の歩がいっぱいあるでしょ、はい、これが大きいです。うん、これねすごいいっぱい使って銀を1枚取っただけ、うん、数で言うとこっちの方が得だから、うんうん、ちょっと損しました。戦力がちょっと減った、うん、そうこれ強い選手なんだけどこのトレードのために何人もこうちょっと犠牲が多く放出してるから、これは後で言います。何人ぐらいがねちょうどいい感じですか。歩をいやそんなあんま関係ないですか。二つも上げたくないね。二つも上げたくないぐらいですか。うん、うんうん、さっき三つぐらい上げちゃったもん、ね、そうですね、うん、もうこっち四つ持ってますもんね、だからこれはね何だろう、またボスが良くなりましたね。はい、また一手進みましたよ。一、うん、回取ったのね。だからね、はい、取ったらダメだよ。取ったらだってこれが痛いもの。こうやんなかったな。やんなかったですね。うん。はい、まあ同じ意味ですけどね。取れちゃったんじゃないかな。うん、これも痛い。筆取れる。うん。で取ると、はい、もっと大きいのが落ちてる。取れる。斜め同士。斜めでこう間の駒が邪魔だから取りたいって。どうすんのこれ。あ、すごい頭盤の上かぶさってる。そうです。すごいかぶさってる。ここしか見てた。あ、そう、すごい盤かぶさってる。こっちは見えてるでしょ。こっち。すごいかぶさってる。タイム入りました。どこでタイムしてんじゃ。うん。わーってやってます。うん、この歩だからここまで行かなきゃダメな。うん。うん。もうこれ取ってる場合じゃなかったのね。うん。どこまで戻しました。うん、ね、戻すとこないんだ、なかなかもう実は。うん、これね、だからここが大事だ。こうやるしかないの。うん、実は、うん、この角が取られないように連絡をつけとけばいい。こうやった時でもね、こうとかになっちゃうのでね、どうなるか。なんか将棋ってあっちもこっちも考えなきゃいけないんですね。そうなんですよね。だから迷った時はいかに大事なところだけパッとこう分かるかどうかですね。ね、
無駄なこといっぱい考えてたらダメだ。なんか要点だけどれがどうしていいのか分かんなくなっちゃいそうです、うん、そうなんですよ。で、分かんないときはやっぱり、ね、守りのことを考えるとミスが少ないんです。攻めはほら今言った攻め損なって悪くなる場合もあるんで、はい、守りならあのミスが少ないからね。でもそれが一番難しいんですけどね。攻めすぎて今自分の駒が危なくなってる、ね、こっちは自然に全部取っただけだから、はいはい、うん、だからうまく攻めるのって難しいんだ。あ、ここかなと思ったらここまで来ましたね。行きましたね。これはね、角取りってやったら逃げれて銀取れないから、はい、うん、でもこれはさっきのこれでまた待ったじゃないのかな。これこそ歩打つよね、うんうん、受けになってなかったよ、うん、受けになってなかったけど切って暴れてくるのかな。この角のラインとかもどうするんですかね。そうでしょ、だから取っちゃったと、うん、何回切れてるんですか、うん、どうするの。取る手もあるけど取る手もあるけどね、うん、まあまあ普通に、うん、こうか、うん、うん、銀銀あれ歩なりましたね、うんうん、今現状が今風になったとこですね。風になったこんな感じですかね、うん、そうですね。あ、それでも取ったガブってこれそれでも取りましたね、ガブリと、うん、はい、あって取った、ね、うん、銀行かな、なんかそこすごいことない。いや大丈夫です、こっちはね、うん、こうやって取らせて縦でこれを取るみたいにねできんだけど、うん、それが一番かな、うん、今はボスが考えてるんですかね、うん、あ、違うな、ボスじゃなかった、やりましたね、太郎さんが考えてで太郎さんがやったの。そう、今太郎さんが指しました。でこれ早見えです ね、 ね、はい、これなんで取るのかな、うん、まあ、角で取ってみますか。あれ私間違えた、間違えてない、あ、合ってます、でも太郎さんが指したんですよね、うん、あ、歩持っちゃダメダメダメ、いや、これ待ったでしょう、みんな飛車なられるの嫌なんだね、待ったはもうしないみたいですね。待ったしない、うん、待ったできもうできないんじゃないですかね、取れるけどな、うん、待ったできるのかな、一回もしやってたら、うん、もうボスは待ったできない、ボスは待ったできないかもしれない、さっき待ったしたの誰だったんだろう、うん、これはまた今度は、うん、上が良くなりましたね、さすがに待ったして刺しただけのことあったすね、良くなっちゃった、うん、はい、はい、うん、取り返した、はい、今この局面ですね、うん、うん、はい、どっちが形勢がいいですか、え、これですか、一つ王様の守りはどっちがいい、王様の守りは、うん、こっちです、あれ、うん、こっちか、枚数多いもんね、枚数で数がいい、そうですね、うん、駒の損得は、駒の損得、どっちが駒得してる、今言ったトレードで交換、こっちかな、数は多いけど、どうでしょう、角と角でしょ、銀は銀、桂、ね、でも守れ良くなっちゃったからな、まあ、こっちの方がまあ銀は強いんですよね、うん、銀の方が強いんですよね、角より、あとスピード、うん、あとスピードって言って手番、はい、手番上、うん、だからね、あとね、一番難しいのは駒の働きなんだけどね、はい、うん、一つ一つの駒がどのぐらい働いてるかって評価はこれだけ目に見えない情報だから、はい、これの評価が一番こう力の差が出てくるところですね、金ね、うん、難しい手ですね、プロみたいな手だけど、これ打った銀が
ちゃんと働かないとこっちが良くなりますよ。今言ったらこれギリギリなんですよ、はいね、正確にやらないといけないからここは相当難しいです。これいっぱいあるでしょ、はい、歩を使う攻めを考えると 1,2,3,4,5,6,7 枚の攻めができるってことです、はい、歩を使った7枚の攻めをあそこでどっかでできればこっちは勝つ。それができずに各銀桂の3枚だけで攻めると数が足りなくてこっちは勝つ、うん、っていう風に考える。歩をいっぱい使える攻めっていうのはもうこれ、これ美濃囲いの急所、うん、ここに手が行けばこっちは勝つ、うんうん、そういう局面。それがいけなかったらこっちが、そうです、あ、こっちが負けちゃう。そうです、なぜ相手の囲いの急所を攻めないから、はい、うん、だから端攻めれば勝つ。5九角切り込んでますね。だからこういうのをしっかり合わせればこれが決め手になるんです、うん、難しいんですけどね。これね、端攻めるまでの我慢ですよ、こっちも。だから、うん、次は、うん、達也さんの指す番ですね。でも今言った角銀銀まともに大きい駒で投資してるのは効果が薄いから、はい、うん、頑張ればこっちは勝ちますね、ボスの方がね、うんうん、難しいな、本来ならこういうところに打ってここなりたいんだけどな、うん、これ難しいですね、うんうん、またこっちが良くなった、うん、秒読みで当ててますね一段目に打つと、はい、これ効きが悪いの分かります。銀ってほら斜めだったでしょ、はい、もういけないじゃないですか、まあ、後ろ2つだけのね、すごいこれ寝技みたいな感じしませんね。だからさ、すごい寝技ですね。こうか、横、うん、これ横行った時どうするのかな、横行った時どうするのかな、どうするんでしょうね、うん、もうこっちの番だったらもうこれがきついですね。これね、プロから見るとこれね、もうやられた方が激痛。まあでも私はもう、うん、やらないってことはあんまり気にしてない。まだやる暇がないんですよね、飛車取りだったからね、うん、どうなってるのかな、こう、この辺だよな首かしげながら、これね、これでもね、うんうん、時間でやっぱちょっと焦っちゃうんですね。待って、これこういったでしょ、はい、うん、これもある、それでこうなったんでね。これほら結構自由でしょ、はい、うん、これこれ、うん、でこうなるか、これ結構大変か、まだこうやってこれ結構大変ですね。うん、字わかります、なり銀って書いてある、なり金、そう、金と同じなり金ね銀がね、銀がでも金になってもな、どう指すのかな、うん、桂馬ここに打った、これここに飛べるやつですよね、うん、そうです、この方を取るんですかでしょ、鋭い、そういうことです。だからここに打たなきゃいけなかった、はい、これなら取れる、そうですよね、うん、もう分かる、上田さん、いや、さすがに ここに、うん、あ、でもここにここに行く意味ないでしょ、うん、取られちゃうもん、そうですね、うん、あと桂馬は大手になるようなところに打つといいんだ、うん、大の近くに打つと、そう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 、だからやっぱりこうやって取ったらいいね、はい、ふーってふーってふーって全部取れて引きずり出して桂馬をポンって打つとすごい厳しかったんだけど、うんうん、ただね、これとどっちが早いかで、うん、あれまた上が良くなったね、これ一進、あれ一進一退ですね、またでこうなって何何何何でこうやったんだ、うわ、どっちが勝ちかな、わかります、これね、振り飛車にいい手があって、で今こうやったんだけど、うん、はい、金を取って同金とやってまた成銀捨てるとかやるとね、結構いろいろ面白い手があったんだけどね、はい、うん、これでも振り飛車勝ちそうですね、うん、これすごい強い駒だったんですけど、はい、強い駒をここに打っちゃったがためにこういう手が出てきたのか、うん、ほらこういうの大手って打ったら勝っちゃうじゃない、大事な桂馬なんですけどね、うん、うん、これ
あ、これね、飛車で取らなきゃいけなかった。うん、筆取っちゃいましたね。うん、筆取ると、これね、取られちゃうんだ。お、取って取って、この桂馬ここに打つような手がすごく厳しくて、これ何にもなくても、この1、2、3、4枚でもう勝てる。うん、だって詰まないから、王手かかんないから。筆取っちゃったのはまずかったね。気づくかな。気づくんじゃないですか。また入りますかね。もうまた使い切ってるのかな。飛車で取ればね、まだ、今こう取ったとこです。はい、まあ、これ同金と取るんですけれども、これでも飛車で取って桂って同じように勝ちです。ここに桂馬するのは急所ってことです。この桂馬ほら両方見てんだけど、これの受けがないの。ってことはこのね、このこういう急所の両面待ちはもう受けがないんですよ。いや本当にやめよ。これね、は取りましたね。新井さんが取ってるわ。新井さん、新井さんね、こういうの強いんですよ、早見えでね、やっぱりね。はい、やっぱりね、なんでしょうね、麻雀ってほら長考なしじゃないですか。はい、早見えでこう決断の早い人が多いですよね。いや本当にこうバサッと取られたらもう取り返すしかないんだけれども、取りましたね。取りましたね。はい、でこれ、あ、ごめんなさい、これじゃこっち、でまだね、取って桂打っても上でまだ詰まないから単に桂馬、これ受けがないですね。最後受けがないっていうのはいっぱいあるんですけども、そうですね、これよく受かんないんですよ。受けるなら飛車使うしかない。まあでも詰みますね。ダブリーで13面食らったようなリーチですよ、これは。ダブリーで13面、13面待ちのダブリーを食らったようなもんですね。ここしか中連ポートしかない。13面待ちって、中連は9面待ちしかできないんですね。中連13面待ちない。あ、そう、9面待ちですよ。いや、間違えた。全部待ちみたいになってた。いや、だからもう多分ね。飛車打ちました。詰みます。詰みます。詰みます。ダメですね。全部打たれて。詰みます。普通に王手って言ったらもう詰みます。逃げる一手で取って、また逃げて、最近金手積みか、とにかく積みですね。とにかく積み、何やっても大体何やっても積みですね。達也さん4連あ3連敗。あれそうなの？そうですね、3連敗ね。はい、それで次なんですけど、はい、角で取りました。はい、はい、ありがとうございます。はい、でどうしたら今度は積みますか。実はね、取り方が大事だった。はい、今度取りますよね。はい、今度ね、さっきとは同じようにやった時に、実は今度は詰まないんですね。なんでですか。こうやった時に本当に金捨てる絶妙手があったんだけど、はい、ここの金はタダで本当に取られて詰まないんだね。はい、今ね、角で取ったけど、はい、飛車をね、あ、金か、だから、こういうのはね、止めだった。桂馬の方で取れば詰みだった。同じだと思って角から取る人もいるんだけど、これきちんと詰ますなら桂馬、難しい秒読みだからね、もう勝ったと思ってんだけれど、ここ実は大事だ。こういうのでもね、読む訓練ちょこっとやっとけばね、飛車って桂が分かるんですからね、後の詰み分かれば相当力が、でももう勝ったと思ってるんですね。それでこう今飛車で王手しました。どうですか、桂取って勝ちだと思ってる。まあまあそうなんですけどね。まだ逃げてない感じですか、今悩んでる。逃げてないけど、こうやると下にね、これ2箇所しかないんですよ、逃げ場所が。こうやってこう取った方で受けがないんですね。受けなし。あ、もう感想戦やってんの。また投了しましたね。あ、投了しました、あ、こちらに皆さん来るみたいです。ほう、
多分こっちで感想戦やるんですかね。なるほど。あ、やってまいりました。お疲れ様です。お疲れ様です。最後はボロボロ。いやいや、どちらにもチャンスがあったんで。ありましたか。ありすぎですよ、どちらにも。教えてください。どちらにもチャンスがありすぎですよ。初手ぐらいから。初手からやってみますか。はい、はい、だってお互い待ったしたでしょ。だってはい、しましたね。はい、じゃあもうあれやん、タコちゃんの方が待ったしたあかんやで。いやいやいや、待った人が確実に良くなってたんですよ。ああ、そうです。確かに。おお、桂馬が先生。はい、桂馬は、はい、はい、どっち先手でしたっけ。山田さんのボスの方が先手ですね。はい、はい、こうでしたっけ。はい、ね、こうでしたっけ。こうやったんですね。止めて、そうですね、銀上がりましたか。はい、はい、あ、大丈夫です。はい、あ、今こう、はい、いや、発射を曲げ、発射をつきました。あ、ここ、あ、そうそうそう。はい、どこに。それでこっちついたんじゃなかったですか。そうですね、はい。そうですよね。で、それで飛車回ったんですよね。はい。はい、で、角を引いて。金が先だった。角が引いて、ね、金が先だった。で、王様上がった、はい。で、角引いて。角引いて。はい。あ、まずやりましょうか。あ、大丈夫、大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫。で、王様寄って、ね、で、一回ついたんですね。で、王様寄って、端ついて、で、銀上がって、合ってますね。で、玉を寄って、はい、で、ついて、銀みたいな感じでしたっけ。で、金上がって、これで、こう、角って、先ついたんですか。あ、そうですね。あ、つきましたね。はい、つきました。先ついた。はい、で、角で、銀で、いや、ここでね、角の行ったり来たりというやつが、あ、行ったり来たり、通りで行って合わないと思ったんですよ。それを見てないから。前もそうですね、その行ったり来たりは分からんわな。なんで行ってずれたんだろう。こうやって、こうやって、こうやって、こうやったんです。こうやったの。こっちも行ったり、こう、こう、い、あ、こう、こう行ったり。なるほど、うん、で、また戻って、それは分からんわ。で、戻ったんですよね。そうそうそう。で、銀出たんですね。なるほど。はい、もう。で、ついた？はい。角上がった？銀上がった？銀上がりました。さて、あ、これ受けてますもんね、途中ね。はい、受けて、で、これでやっと元に戻ったんですね。はい、なるほど。この時に。まあまあまあいいや。うん、こう、一回取ったでしょ。あ、取りました。取って。取って、なんか金でも上がんなかったですか。金上がりました。かっこいい手でした、これ。なかなかもいい手、はい、で、で、王様寄ったの。いや、青寄りましたね。はい、で、じっとこうついたんじゃないですか、またそうですね。堂々たる、これ、だから現状、この銀とこの銀の差が出てきそうなんで、はい、もうすぐ取って、こう、かわすような感じも分かったんですけどね。そうですね、僕も取られるの嫌だったんですけど、で、問題はここです。はい、この時は、こうやればよかった。これが嫌やったんです。取ってでも、おお、ほんまや。取って角は一応飛車取りですよ。あ、そうですね。こう、そうですね。最悪ですね。おお、飛車取ったらもうだってね、角ですね。これをやる、これでこっちが良くなったんです。これがいい手で、はい、この銀がやっぱ働かないとダメなので、はい、で、こう取った手が、はい、すごい悪い手で、あ、そうですか。だってただで取れるの。そうそう、ただで取って。いや、これがただで取れるのは。はい、こうやったら困ってたはずなんですよ。そうですね。あ、そう、僕銀引いたんですよね。5、7、9しかないなと思ってたんですよね。これ思ってました。あんな刺した瞬間に、あ、やったこれって思って。5、7、9しかないなと思ってた。あ、これほら、ね、逃げるに逃げれない形で、ね、ぶつかり合ってるからこそ。これは本当ですね。もうちょっと見落としました、ね。引いたのが、僕の引いたのが悪かったですね。銀上がってたね。いや、銀で形勢良くするチャンスだった。はい、申し訳ないっす。で、桂馬は桂馬でいいんで、はい、まあ、ただこの桂で銀を取るのにだいぶ投資したんですよ、はい、それで、ね、ちょっと形勢を損ねましたね。こうやった時に、はい、ただこのね、突き捨てて叩いたってはもう本当プロみたいな筋のいい手ですけど、太郎ちゃん、でこれ引いたのは待ったしたでしょ、はい、待ったが正解です。こういうふうにごめんなさいしたらいけないんで、ここはね、負けても取る手だったんですよ。だから取った手は正解、うん、で桂跳ねて、まあ、これで銀取らせたのが正解です。そんなことなんですよ。そう、取らない方が良かったんですね。あ、そうなん
実はそうなんですよ。はですから取らずにじっと取ってここを狙っとくとあったんです。ここで取って。でも病院もありますからね、はい、これね取って同角は逆にほら釘付けになって重くなっちゃうからね。でこれ取って歩打たれて待ったしてましたよね、はい、でこう言ったんですけど、これでも歩打たれたらちょっときつかったと思うんですよね。そうなんですよね、これでもやるとこう打たれるかなって、この遊びそうな銀をやっぱり取らすしかなかったんですよ、取ってみましょうか、はい、取って同飛車。さてこれどうなんでしょうね。もうとにかく先輩加藤一二三先生だったらもうどこでも恥を襲いかかってます。加藤一二三先生ならどこでも、はい、だってこう棒銀の八攻めでもうちゃんとした加藤先生の棒銀有名じゃないですか、はい、絶対に恥で全然生きてないですね。いや加藤先生はね、はい、もう棒銀じゃなくてこの恥メインで襲いかかってね、これが成立すれば勝つと思ってる大先生ですから、はいはい、これは間に合わないのも加藤先生も慣れてるんですよ。端だけで潰しちゃうので、これあまり間に合わそうとしてる場合じゃなかったんですよね、はい、こうやって厳しくて 勝つみたいな将棋があったんですけれど、これ例えばですけど桂馬と歩がいっぱいあったら端でねって覚えておけばもうだいぶ違うと思います、はい、でまあここでもまあ例えば引くとかでも結構ね実はねおってなるじゃないですか、なんとか、はいはい、だからいろいろ忙しい時に、ね、だからこれね間に合わそうとするとちょっと厄介なんですよね。本来端とかでもっとねもう激しいことやらなきゃいけないんで、相手ほらかわし切ったところにこうなってっても、はい、でこれ取って銀がまた鋭い手でしたね。でもね、ね悲惨でした。いや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 、まだあったんですか。まだいっぱいある、いっぱいある、2点3点ですよこれ、これ取って頑張るしかなかったんじゃないですかね。取ってなりでですか。そうです。あ、そうですか、はい、だって角取られ、これほら角で取るまだ端効いてくるんで、はい、1局目もあるじゃないですかいろんな展開で、いやもうこうなったらさすがに終わりかなと思っちゃって、いやこれ終わってないですよね。これはいやまだ頑張ればいくらでも、頑張れば、なんか涙目みたいな気しませんか。いやこっち持ったら、いや死ぬ気で頑張りますよ。これだとまた例えば角打つとか、はい、で逃げたらこれそこ振っとけば相当硬いですこれ。あだから例えばだからこれが嫌で銀にこう逃げたとしても今の要領でこういうとこ打っとけば、はい、結構硬いですよね。あ頑張ればほら駒の全体のチームの数が違いますよね、こっちの方が多いから。 あと駒入れば一発桂をね、いろいろ攻めがあるんで、いやだから辛くないです。角を取られたのは私は涙が出るほど辛かったです。いやすいません、いや謝る必要ないんですけど、これね飛車成りを恐れてねポンポンって取られたの痛かった。でもこっからですね、はい、また、これ振って頑張ったんですけれども、はい、これだから今言ってね、端行けばね、はい、相当厳しいんで、これが全然見えないですね。あ美濃囲いの急所は端って覚えとけば、はい、最初の結局始めがつらずと、そうですね。でね、どうやっていいかわからないんですけど、どうやるんですかね。私だとこっちかな、どれがこっちかな、私だったらどっか行った時に銀出とくとかですかね。あまあ、この叩いて角の筋と成りと両方見といて、歩がないと端が分かんない場合もあるんで、なんかねこれすごい手でしたね。いや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 、これはいいんですけど、この時にまだ秒読ですからね。太郎ちゃんが泣いてました。いやでもこれでね相当いい勝負ですよ。これはこれどう受けたら、あ浮いてよかったんです。浮いて、はい、いやもうこっちもあります。いや受けるならこっちです。ここ全部引き返しといて、はい、端だけで勝つ。こっち行ってこれはねどっちかってもう分からないですね。あそうですか。攻めるなら、はい、これが見えないですよね、これが。ただこれね取り込んで詰まないからこれでやっぱり厳しいから、問題はこの桂馬は攻め駒、最強の攻め駒なんで、はい、攻めに使い続けるべくここに打たなきゃいけなかったんです。あこれ受け一方だったんで、こっちの方が良かったんです。あとは同じ狙いならこっちの方がまず筋がいいかもしれない。この成りを受けとけば、はい、この3枚はもう塊ですよね、だからこうやっておけば、だから一面ありそうですよね。プロだったらこう受けといても大変ですよね。ここだけ受けとけば、
うん、こうやるか、まあ、攻めるなら角、これ場合によったらぶった切ってなんか詰ますみたいなこと考えて、どちらでも困ってんじゃないかな、銀なりはどう角でいいかな、これで桂も跳ねといたら、いろいろあったね、まあ、あまりあれば打ってから跳ねて、打って、いろいろあったよ、なんか、いやでも桂馬を使って銀なり、はい、これでようやく振り飛車が良くなったんですね、ここで逆転したんですよ、逆転、見てる逆転なんかずっと負けてる、いやいやいや、いやだからもうどっちも優勢な時があって、いや俺途中、だからうちも有利なんじゃないかな、これ大熱戦だったんですよ、だから、悲観したらダメですね、はい、悲観するとこないですよ、どちらにも、うち守りが弱いっていうボスが、いやもう結構もうすぐベロンベロンになるように思ってたんで、守りは結構大変ですけどね、まあでも頑張れば、頑張ればいい勝負だったもん、ありがとうございます。はい、じゃあスリアロー将棋部ゼロ回ですけど、ゼロ回いかがでしたでしょうか。あの今回一つ残念なのは達也さんが一勝もできなかったで、でも今日罰ゲームないって言ってたじゃん。今日ねまだゼロ回なんで罰ゲームないんですけど、うんうん、もし2回3回1回目があった時はちょっとあるかもしれないですね。将棋で罰ゲームってなんかかわいそうだな。そうですね。はい、だってこんだけみんな楽しそうにやって、はい、羨ましいですよ。またぜひ次お願いします。今日は本当にありがとうございました。いやこちらこそ楽しかったです。皆さんも入れると思います。皆さんお疲れ様でした。まあ、楽しかったです。視聴者の皆さんがどう見えたかがちょっとね、ゼロ回目だったんで、うん、こう見えにくいとか、今度だから大手将棋とかね、いろいろコメント見ながらやっていきたいなと。いや、 やってる我々で勝手にすんごい楽しんでたみたいな向こうめちゃくちゃ思わないし、あっちの声入ってた、ね、声は入ってないんですけどワイプですごい楽しそうなのは見えました。はい、はい、では皆さん長々と本当にありがとうございました。またぜひ、何ですか、あるありますか、あります、1回決まってます、決まってます。じゃあその時はまた告知いたしますので、はい、ぜひ見てください。じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ